はい、みなさん、こんにちは。えー、歴レにサしの森山です。えー、潮潮 V マジック攻略講座、不動産投機を第1回始めていきたいと思います。えー、今日からいよいよ、まあ、不動産投機法の方に入っていきます。えー、テキストの方は、 不動産登記の1、V マジック不動産登記の1、こちらになりますから、まあ、こちらをお手元にお出しいただければというふうに思います。民法の方は第2版でしたけど、これは無印の初版で大丈夫ですから、こちらをご用意いただければというふうに思います。で、それから復習問題集、これがまた出ております。 で、こちら、講義で使うときがありますから、ちょっと持ってきていただければと思います。まあ、今回は使いませんけれども、えー、改正情報、最新の新しい情報とかがまたどんどん出てきますので、えー、そういうのも入れておきましたので、間に合う限り入れておきましたから、ちょっと時々参照して、レジュメ代わりに使っていきたいと思いますから、まあ、ちょっとお持ちになっていただければというふうに思います。次回からちょっと持ってきてください。では、始めていきましょう。まあ、不動産登記に関しては、もう本当に本試験で合否を分ける、えー、科目ですよね。 まあ、午後の部の択一問題でもたくさん16問出てくるしそれから記述問題なんかでもやっぱり1つが大山が不動産投機ですからそこでしっかり点数を取っていくということが非常に重要になりますですから、まあ、不動産投機しっかり、えーまあ、マスターして高得点を目指していただければ午後の部の安定源の1つということになります、まあ、午後の部マイナーから始まってちょっと点数取りにくいなって年もあります で、それから不動産投機、ここが16もありますから、ここでしっかり点数を取ってもらう。で、商業投機が、まあ、例えば、本当に得点が取れないときは取れないですからね、えー。平均点が非常に低い年もありますから、そうすると、やっぱり不動産投機できちんと安定的な点数を取っていくということが必要になります。もちろん、難しい年もあります。そうするとみんな下がりますから、多少下がっていいんですけれども、ただ、あしっかりここで安定的な点数を取っていくぞということが必要ですから、V マジック、非常に細かいことも書いてありますけれども、しっかり、 ちょっとこの時期ですからね、しっかり、まだマスターしてないところもたくさんあると思いますから、しっかりそういうところマスターして点数を稼いでいけるように、まあ、民法なんかの講義も聞かれて、ですねそういうのをしっかりやってればいいんだというのは分かったと思いますので、不動産登記においても、細かいところも含めて、試験に出るところ、しっかりお話をしていくし、テキストにも書いてありますから、やっていきましょう。では始めていきましょうかで今回は 一番最初ですから、不動産登記とは何かというところがテキスト入っておりまして、まあ、一度目を通していただけるといいかなと思います。時間はかかんないと思いますから、ただこういう入門編なところっていうのは、もう初級講座の1回目、2回目などでお話をすることだと思いますが、ただ読んでみると、あ、それ落としてるなっていうところが、 なくはないと思うんですよね。で、そういうところは致命書になりますので、まあ、講義でお話をするような、ここで不動産登記というのはね、え権利を公示してとか、そんなこと話はしませんが、ただ、ちょっと読んでいただけると、あそういうことか、ああいうふうに手薄なところも、正直あると思います。例えば、9ページを開いていただいて、まあ、登記できる権利が、ちゃんと列挙できるかどうか、とか、いうことも含めてですね、で、いうことです。で、ちょっと見ていただきたいのが、 まずですね、えー、テキストの、えー、21ページ <laughs> まずこういう条文まああります。 で、えっと、20ページのところから、過去のら前主登記、不規登記って書いてあって、もちろん、独立の順位番号を付してなされる登記が主登記だ。それから、既存の登記に、付記してなされる登記が不規登記だってことなんですが、21ページの上から3行目、不規登記でなされた登記の順位は、主登記の順位によるっていう条文がありますから、1番不規1号は、1番の順位になるという条文がちゃんとあるんですね。だから、不規登記で、例えば、低登記の移転なんかが入ったら、1番低登 不で定等権が移転それは、まあ、一番に不記してるからではあるんですが、不記登記でなされた登記は主登記の順位で入ったことになるよっていう条文がちゃんとあるんだよ。それから、次の段落見てもらうと、また、同一の主登記に対して、数個の不記登記がなされた場合には、その不記登記の順位は不記の前後による。だから、付記1号、付記2号の順番で優先順位が決まるんだ。これは大丈夫かというふうに思います。で、あとはですね、 えちょっとまあ、登記申請とか見ていただいて、まあ、大体大丈夫だとは思います。で、登記、不動産登記に関しては、まあ、次に22ページを見てもらうと、まあ、このあたり、まあ、なんか見てるとり、入門編ですから、全部逐一話をするのではなく、まあ、各自読んでいただいてって話になりますが、22ページ1、一番下の括弧2番、登記は義務ではない、商業登記は、登記が義務付けられています。 商業登記は、例えば会社の登記、うち役員変わりましたとか、えー、資本金が変わりましたってことを講示して、相手方の情報にする。相手方のために登記をする。その取引の相手のための登記だから義務なんですが、不動産登記は、登記をすると対抗量が手に入るぜってことなんで、義務ではなくて、登記をしたい人がやるんだってスタンスをとっております。ただ、皆さんの受験するときにはいいんですが、さらにその翌年、 相続登記が義務化される。相続登記が義務化されるってことになりますから、近い将来変わります。皆さんが受けるときにはその改正は影響しません。え皆さんが受ける、えー、年ですね、23年、2023年の試験に関しては、不動産登記はそんなに大きな影響はありません。まあ、あの、3つ4つ知識が変わるだけです。あ、遺贈の登記。 獣医者が相続人だったら、単独申請できますよ。これ改正点ね。みたいな感じで、3つぐらいやったら終わりです。もうこの講義の中で3つぐらいしかお話しません。もうそれで終わりです。だから、皆さんの受ける年は、民法の改正は、もうごちゃごちゃお話をした通り、共有のところとか、前回の相続のところで大きな改正がありました。まああれでも大きな改正です。まあ再建法とかに比べたらちっちゃいですけれども、まあ大きな改正がありましたと。ただ、不動産登記に関しては、その翌年にやってきます。 だからその翌年に関しては新しい申告制度ができたり相続登記が義務化されたりだとかいうことになりますのでちょっと大変です。まあ、その時には実務に行っていてほしいですね。実務に行けばそれが実務でやってきますからそうすると業界が相続登記義務化で盛り上がってる。しかもこの義務化っていうのは相続やってない人がみんなやんなきゃいけない。しかも今までこの歴史の中で もう何十年も相続やってない人がいるわけです。もう九州の大きさと同じぐらいだけ相続登記がやられてない土地があるわけです。それ全部遡ってこの3年でやらなければいけないですから、もうかなりたくさんの相続登記が実務でやってくるわけですよ。だからその時には実務出てほしいってことでもう2023年に合格する。これは改正がまだ浅いうちに合格できるし、大きな改正が来て実務がう、まあ、上向きになるときには実務家でいられるっていうことで、 ぜひ23年に受かってほしいんですがということで登記は今義務化ではないですがその翌年から義務化されることになりますが皆さんの試験範囲ではありませんから大丈夫ですということで2023年向けは不動産登記に関しては実はそんなに大きな改正があるわけではなく、まあ、3段階ぐらいに分かれて改正がやってきますけれどもその翌年ですね2024年の試験から出題される改正が大きな改正といった形になりますぜひ今年受かっちゃいましょう ではちょっとまたペラペラまくっていくと、まあ、やり方が書いてあってで30ページから、これも1点だけ30ページからどんな種類の登記があるのかということで30ページの下の方うに、まあ、保存登記、設定登記、移転登記、変更登記、構成登記抹消登記登記、名義に表示変更登記って書いてありますが31ページの頭の太字のところに保存登記は所有権保存と先取り特権保存しかない、まあ、これも押さえてくださいね。 えー、保存登記それぞれ個別に勉強すると、なんか保存登記って先取り特権も出てきたなと思いますが、所有権と先取り特権でしか保存登記って出てきません。まあ、これも、まあ、入り口の知識ではありますが、押さえてない方はしっかり意識しておくといいです。あの、権利を登記簿に載せるときに、所有権と先取り特権は保存登記をします。それ以外は、設定登記って形で登記簿に載せるんです。 なぜならば、定当権は設定契約によって設定しましたから、登記に設定になるわけです。地上権も設定になります。でも、所有権っていうのは、原始的に表題部所有者が、僕、所有者なんですけど、あ,あ、じゃあ載せなさいって載せるので、設定ではなくて保存になるのと同時に、先取り特権についても、法定担保物件ですから、設定契約をすることなく、すいません、先取り特権持ってるんですけど、じゃあ載せなさいって形で、保存登記って形で載せるんですね。ということで、 所有権と先取り特権だけは設定契約をしないで権利が発生してそれを登記簿に載せることになりますから保存って登記をすることになりますだから保存と設定ってやっていることは登記簿に新しく権利を載せるってことではあるんですが設定契約なしに権利が発生した場合には保存で設定契約で発生した場合には設定って形になりますけれどもこの保存登記で登記簿に権利を載せることができるのは所有権と先取り特権だとああいった形で押さえておいてください。 あとは、まあ、ペラペラめくっていただいてまた37ページ37ページの上の方にチェックシートというのがありますでこれからこの V マジックのテキストではこのチェックシートというのが、まあ、時々ではありますが出てきますこれ何かっていうと記述問題対策で記述問題では添付書類を考えるときにまずこの5つですね登記因証明情報識別印鑑住所代表 利権限証明情報。この5つを思い出してもらって、ここから過不足を考える。あ、印鑑証明、所有者が義務者じゃないからいらないや、とか、いう形ですよね。だからまずこの5つがいるかいらないかが基本ですから、まあ、住所証明っていうのは、例えば所有権者何なんない時はいらないですけれども、とりあえず、この5つは絶対忘れちゃいけないので、この5つを必ず記述問題ではチェックする。で、プラス、 例えば変更構成であれば、利害関係人の承諾とか、あとは第三者の許可書とか、そういうのがいるかいらないかをプラスしてもらえばいいのであって、この5つの添付情報の用費を考えて、さらに、いらないものはないかというマイナス、それからプラス、いるものはないかというふうに考えると、気逸問題の選択肢、これが選択肢というか、あの、添付書類がやりやすくなるかなと思います。まあ、選択肢ってのは今、最近では選択肢で選びますから、 選択肢というふうに口走ってしまったわけですが、まあ、とにかく添付情報についてこんなチェックシートが用意されておりますから、まあ、チェックシートを実際に記述問題で作るかどうかではなくこんな形でこの5つをまずはチェックしてマイナス、プラス、過不足を考えていただいて記述問題を得ようにすればいいだろうとあとは41ページの下で印鑑証明ですね。 太字で書いてありますが所有権登記名義人が義務者になる場合にダブルチェックで添付しますねですから基本的には義務者の意思確認本人確認をするのは登記識別情報パスワードになりますがプラス所有者が義務者つまり義務者が抵当権者で抵当権抹消するとか地上権者で地上権抹消するって時には登記識別情報だけで本人確認すればいいですが所有権移転のように所有者が義務者になるんですえ今回の登記義務者に該当するのは所有権と 当期名義人なんですなんて場合には、登記識別情報にプラスして印鑑証明書も添付してもらうとおいった形になりますね、それでもう、登記識別情報、まあ、パスワードがあるし、それから実印を委任状に押した上で、その実印だってことを証明する印鑑証明もあるんだから、これはもう間違いないだろう、えこんな形で本人確認をすることができ,できるわけです。あの 所有権が義務者ってことは、下手したら、地面師なんかが所有権を乗っ取ろうとしている可能性もありますので、ダブルチェックで本人確認していくんだ、ああいうことですね。あとは43ページのカッコ5番で、住所証明情報。これが要求されるのは、所有権登記名義人として、新しく登記名義人となる者が登場する場合。えー、不人の近辺ですね。つまり、えー、住所証明って、 どんな時にいるかっ新しく登記簿に名前が載る場合です。所有者として。定当検者として名前が載る場合には住所証明いらないですけれども、所有者として名前が載る時には、その人の住所を確認したい。所有者として名前が載るってことは、固定資産税の請求書も送らなければいけないし、もう住所をきちんと登記簿に間違いない住所を載せてほしいわけですよ。だから、住所証明がいるよね。こんな形になっていきます。47ページ。まあ、会社法人等番号は、 なぜいるかっていうのを確認してほしいんですけど、会社法人等番号を当機関が見ることができると、46ページの会社等規模にアクセスすることができます。で、会社等規模にアクセスできれば、大取りの名前がわかります。つまり、会社法人等番号というのは、法人が申請人となるときに、その法人の代表取締役がわかるようにつけていくということなんですね。 えつまりえ、法人が申請するときには、法人の代表取締役が使用書士に委任状を書きます。47ページの頭の図のように、代表取締役が委任状を書きます。えこの委任状が代理権限証明情報ですがえ、例えば代表取締役 B が委任状を書きますけど、本当に B って株式会社への代取りなのって当機官は疑いますから、会社法人等番号を提供していけば、会社法人等番号を を使って、当機関が会社等規模にアクセスをして、大統領の名前を調べて、あ、確かに B さん大統領だ。じゃあ B さんから証書士に委任状があれば、それで代理権繋がったなっていうふうに判断してもらえるわけですね。だから、会社法人等番号を提供する。それは、この代表取締役の資格証明としてつけていくんだ。といった形になります。47ページの、まあ、あの黒い 色塗りのところに、法人が登記申請を行う場合に、その提供が必要になるよ。それはその代表取締役の資格、これを確認する資格証明としての意味なんだ。会社法人等番号といった形で添付情報のところに書くのは、まさにこの資格証明の意味なんだ。といった形になります。下に、あの、ひな形がありますから見てください。会社法人等番号を提供するときには、 株式会社 A と書いてっこ会社法人等番号 123C なんて書いてい形になりますで添付情報のところに会社法人等番号と書きますで気をつけておくのは会社法人等番号っていう風に添付情報を書くのは資格証明としてつける場合ですね資格証明としてつける場合に会社法人等番号っていう風に書くわけですよろしいでしょうか あととはまあ見てておいいいいいただければいいかなと思いますで次、53ページ、登録免許税。き、まあ、今日は早く所有権のところに入って所有権のお話をしたいところではありますがちょっともう少しだけ入り口のお話をしていきますと53ページで登録免許税ですねこれをもちろん払わなければいけないので皆さんは登録免許税が、えー、をきちんと記述問題として書いていかなければいけないよって形になりますが まあ、登録免許税には定率課税と定額課税のものがあるよってことになりますが、まあ、定額定率課税ってものは括弧二番の一つ目の小項目に定率課税と書いてありますが、まあ、課税標準金額に一定の税率を乗じたものってことになります不動産売買による所有権転倒金などであれば不動産価格の千分の二十といったことになりますがこの不動産価格というのは売買代金などではなく不動産の固定資産税評価額といったものになります 固定産税評価額ですね。役所で確認することができます。で、定率か、定額課税のものは不動産の個数などに応じて課税されるものになります。54ページを見てください。さあ、今日一つ目にお話をしたい。まあ、ここまでいろいろポツ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 とお話をしましたが、まず一つ目で大きくお話をしたいことが、54ページの波数処理です。で、これも、あれ 発数処理、よくわかんないなって方もいると思うんですよ。なんとなく、記述問題解いてると、不動産が1000万ですって問題があって、発数処理しなくても登録免許税が出せることが多いわけですが、あ実際の実務では、1円単位で固定資産税の評価額が出てくるわけです。そうすると、発数処理ってどうやるんですかその1円単位で1000分の20とかかけるんですかってことが問題となりますね。 で、どっかで聞いたことがある方はいいんですが、まあ、聞いたことない方や忘れてしまった方などは、しっかり今の段階で波数処理を抑えていただいて、期日問題にいた時に、憂うことなく問題が解けるようにしていただければと思います。では行きましょうか。54ページ、カッコさんは波数処理。登録免許税の計算において、課税標準金額、登録免許税額について波数処理を行う。計算上、納付上、 煩雑になることを回避するためですね。1円単位で税金がかかってきますって言うと煩雑ですから、ちょっと発数処理をしていきます。まず、一つ目の小項目です。課税標準金額の処理。課税標準金額、まあ、不動産代金とかですね。に、1000円未満の発数がある場合には、1000円未満の発数を切り捨てて計算をします。つまり、100の位と1の位と0、えー、ん ?100 の位と10の位と1の位を0にするってこと。 100の位と10の位と1の位をゼロにする1000円未満の端数8何十何円というところをゼロにして1000円単位で考えるんだよだから課税標準金額は1000円単位で考えるという形になります切り捨てです死者誤入ではありません 二行目から見てください。一つの申請で複数の不動産を一括申請する場合には、各不動産価格を個別に波数処理せず、不動産価格をガス合計してから最後に一括して波数処理をするということで、高土地、落土地、平土地について、一括申請で所有権移転する。一申請情報申請で一あの、申請する場合には、 高土地と、落土地と、平土地を、例えば、1000万、1000万、1000万であれば、3000万にして、3000万かける1000分の20とのを通常をかけますよね。じゃあ、これが波数があった時に、高土地を波数処理して、落土地を波数処理して、平土地を波数処理するのかっていうと、そうではなく、足して1回だけ波数処理する。足して1回だけ波数処理する。で、どうしてかっていうと、なるべく税金取りたいから。 一個一個、波数処理したら、安くなっちゃうんですよ。ここで800円削って、800円削って、800円削って、みたいな感じになりますので、全部足して、計算の便宜上、税金が複雑になんなきゃいいわけだから、最後に波数処理を一回だけすれば済む話ですよね。だから、不動産ごとに波数処理をするのではなく、合算して最後に一回だけ波数処理をするんだ。で、 えー、趣旨とすれば、まあ、税金が不当に安くならないようにするためだし、それから最後に一回だけ発数処理をすれば、結局、複雑にならないでしょ。という理由から、一回だけ発数処理をします。で、その次なんですけど、次のだなく、また、課税標準金額が1000円未満の場合には1000円として計算します。まあ、その次の行に具体例書いてありますが、72円の土地。私も72円などの土地について、登記をしたことがありますが、 あの中国地方かなんかの山林を300筆ぐらいあの売却した当期なんかしたことがあったんですけれどもそうすると1つが72円90円とかなんですよあの固定資産税評価額が山林原野ですからもう税金あまり取らないんですねですから固定資産税評価額がもう何十円とか出てるじゃあこの場合にその何十円として計算するのかということになりますが まあ、足して1000円に行かなければ、1000円として計算します。まあ、例えば今300筆って言っちゃいましたが、まあ、72円の土地1個申請するのであれば、72円になっちゃいますから、72円であれば最低1000円にしないといけないので、1000円として計算する。といった形になりますね。ということで、 1000円未満の不動産に関しては1000円として計算するとえ。こんな形で課税標準金額のルールを押さえてください。1000円未満の波数があれば切り捨てる。で、1000円以下であれば1000円にする。この2つです。では次、登録免許税の処理。え次の小項目を見てください。課税標準金額に税率を乗じて算出した登録免許税に100円未満の波数がある場合には、100円未満の波数を切り捨てる。 今度は10の位と1の位をゼロにする。10の位と1の位をゼロにするってことです。つまり登録免許税は100円単位で結果が出ることになりますから、覚え方とすれば3行目に書いてある通り、司法書士の事務所では、 100円単位で収入因子を用意しとけばよいってことですね。10円単位で収入因子が必要になることはありませんから、100円単位の収入因子を用意しとけば OK です。100円単位の収入因子を用意すれば OK です。 まあ、あの、郵便はがきなんか出すときには1円単位で切手用意しないと62円の切手とか用意できないですが、あの、収入紙は100円単位で OK だってことです。で、次の段落見てください。また、課税標準金額に税率を乗じて算出した登録免許税が1000円未満となる場合は、登録免許税は1000円としてやります。つまり、登録免許税が課される場合、その最低額は1000円ということですね。だから、計算して、もう、 え、200円とかであればもう1000円になります。200円っていう、あの、登録免許税はないってこと。最低1000円。最低1000円です。あの、非課税の場合のゼロはあります。非課税でゼロってなります。ただ、皆さん、非課税っていうのはゼロにすることですが、減税はゼロではありません。だから、減税して30円とかなった場合には、1000円になります。 課税される場合の最低額は1000円なんですよ。減税はゼ、減税はだから1000円です。非課税はゼロでいいんですよ。だから後でまた出てきますけど、減税したらゼロになっちゃったって時には1000円になります。減税したらゼロになっちゃったって時には1000円になります。地上圏のついてる不動産にさらに仮登記もついていて移転しましたってやつですが、あれは計算するとゼロになるんですけど、 で、ゼロになるってことは、千円ってこと。ゼロになるってことは、千円ってこと。つまり、減税でゼロにしちゃいけないです。で、減、あ、しちゃいけないって。減税で、まあ、ゼロになったとしたら、例えば、引き算でゼロになることありますよね。そしたら、あ、ゼロになったってことは、ゼロで、計算するかっていうと、そうじゃないです。非課税でゼロはいいですけど、減税、減税でゼロになった場合には、あ、これは、千円未満だから、千円ねっ,つって、千円が課税されるんです。よろしいでしょうか。 では、具体例で見ていきましょう。具体例例,例題の1。1億2345万6789円の土地について、売買による所有権転倒期をする場合の登録免許税を求めようということで、まあ見てもらうと、まず不動産価格に789円という1000円未満の波数があるので、課税標準金額ではこの波数を切り捨てます。その結果、課税標準金額は1億2千円。 345万6000円となります。この数字を申請書に書いていくんですからね。申請書に書く数字は課税標準金額です。課税標準金額は不動産価格に波数処理をしたものが課税標準金額になりますから、これを申請書に書いていく形になります。で、そこに1000分の20をかけると246万9120円となりますが、20円というのは登録免許税としてはあり得ないので、 10の位と1の位をゼロにして、つまり100円未満を切り捨てて、登録免許税は246万9100円。これを申請書に書いていく。登録免許税と言って、246万9100円というふうに書いていくわけです。では次の例題の2。72円の土地について、売買による所有権転倒期をする場合の登録免許税額を答えよう。 まあこれも簡単ですね。55ページの頭のところで、まず不動産価格が1000円未満なので、課税標準金額は1000円となります。そして1000円に1000分の20をかけると20円となりますが、これは1000円未満だから1000円になります。だからこの場合には、登記申請書には、課税標準金額1000円、登録免許税額1000円といった記載をしていく形になるわけです。よろしいでしょうか。 では、えっ、ー、と、登録免許税の波数処理、しっかりできるようにしておいてください。で、次に、57ページの数字の4のところですが、知っておいてほしい登記申請と書いてありますが、まあ、相続人による登記ですね。相続人による登記。図、図、えー、っていうか、58ページを見てください。まあ、これも大丈夫だと思いますが、 権利者の死亡の場合には、権利者側の相続人が登記をしていきます。つまり、やるべき登記は、A から X への売買による移転登記なんですが、その売買による移転登記をすることなく X が死亡した、登記をすることなく X が死亡した場合に、やるべき登記は、A から X への移転登記であって、A から相続人 YZ に直接移転登記をしてはいけないわけですね。それ中間省略登記になって、物件変動の過程を忠実に反映したことになりませんから。 だから、A から X に登記をしたいんですが、A が義務者、X が権利者だけども、権利者である X が死亡しているので、X の代わりに、その相続人である Y と Z が申請人となります。ということなんですね。で、この場合には Y と Z の一人でも申請に参加すればいいですよ。保存行為ができるからってことになります。で、申請書は58ページにありますが、権利、所有権移転、年月日、えー、売買。 権利者なき X、上記相続人 Y、上記相続人 Z、で、義務者 A、みたいな形で申請していきます。で、Y と Z が相続人であることを証明するための相続証明情報が添付情報になります。で、59ページが義務者側の死亡ですが、図表1の12にあるとおり、A さんが売り主、X が買い主で、まあ、令和2年5月15日に売買したんですが、 その後に A が登記をしないうちに死亡してしまった場合にはその相続人の B と C が義務者として BC から Z への申請をすることになります移転登記、義務者側は損する話ですから全員が参加しなければいけないだから相続人全員が義務者にならなければいけない一部の者が申請することはできません <laughs> 60ページ で、相続登記、相続法の、まあ、民法の最後でお話をしましたが、えー、っと、60ページの上から3行目、義務者側の相続には全員が参加しなければいけないよってことになりますが、二段落目。えー、この場合でも、放棄をした者、欠格者、排除を受けた者は申請人とはなりません。えー、相続義務を、えー、登記義務を承継してないから、ただ、特別受益者は、登記義務を承継しているので、登記申請人になります。 あの特,別受益者特別受益者はもう財産をもらいすぎてお腹いっぱいだからプラスの財産を受け取れないだけであってマイナスは承継しますので登記義務については当然これは申請になりますねこれはしっかり押さえておいてくださいでひながその下にありますがな、えー、所有権移転令和2年5月15日売買亡き A 相続人 B 亡き A 相続人 C といった形になります で、書き間違えても、マイナス1点、マイナス2点の話ですから、合否を確実に分けてしまうわけではないですが、58ページと60ページの申請書の違いはしっかり確認しておいてください。権利者側の相続人の場合には、亡き A。で、上記相続人 Y。上記相続人 Z。で、義務者側の相続人の場合には、亡き A 相続人 B。亡き A 相続人 C。 ひな形が一応違うんですあの五58ページの申請書、58ページの権利者側の相続人による登記、これ、皆さん、登記官、誰から誰名義にするんですか、今から。 A から X へ所有権移転するんですよね。A から X に所有権移転するんですよね。だから、権利者、なき X! ってちゃんと言ってくんないと。一旦、ちゃんと X って言い切ってくれないと。あ、もちろんこれ、ひな型住所書いてないですが、住所付きで、えー、どこどこの、なき X! ってちゃんと言ってくれないと。あ、じゃあこの人名義にすればいいんだなってわかるじゃないですか。登記申請書っていうのは、 登記官にこういう風に投機してくださいっていうアピールなんだから、X 名義にして欲しければ、住所書いてなき X って一度言い切ってくんないと、X 名義にできないですよ。ただ、X さん死亡しているので、ほら、なきって言葉書いてるから、死亡しているので、その相続人 X、Y と Z が申請してるんですよってちょこっと付け加えればいいじゃないですか。だから下は吹き出しみたいなもんですよ。なき X って言い切って、でも僕たちがやってますよってこう吹き出しをしてる感じ。こんな感じですね。だからちゃんと一度言い切る。 X 名義にしてほしいんだから、まあ、ちょっとひな形レベルだと、住所省略しちゃってるので分かりにくいですが、住所まで書くとなったら、どこ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 の、なき X! ってこうやってちゃんと言い切ってくれると、それを登記することができるわけです。だから、上記相続人、Y、Z っていう形になりますね。だから、どっちかって言ったら、こっちを間違うと危ないですよね。こっちを間違っちゃうと、なき X って登記してもらえないから。登記感、大変だから。 だからまあ、60ページの間違う文についてはそんなにこう、致命書にはならないと思いますが、義務者側は A を全面に出す必要ありません。誰が義務者なのだってほら、登記申請書が登記記録をこう書き直してくださいっていう申請書だとしても、目的、原因、権利者までは登記簿に載りますが、義務者は登記簿に載らない情報ですから、まあ言ってみればどう書いたっていいわけですよ。でも、わかるように、亡き A の相続人の B と C が義務者になってます。これをアピールしたいわけですよね。だからこういう雛形になってるわけです。権利者側の時には、亡き X っていうのを遠き門に書いて欲しいから、それを一度言い切る。それに対して義務者側の相続の場合には、B と C がやってんですよっていうのは分かればいいので、亡き A っていうのはその文章の中に出てくればいいだけの話です。 亡き A の相続人という立場で僕たちが義務者です。だから僕たちの印鑑証明つけてるんです。僕たちが委任状書いてるんですっていうアピールですから、むしろ B と C をちゃんとこうやって目立たせて書いてほしいところなんですよね。こういう違いがあるから雛形が違うんだってこと。だからたまたま雛形作った人がなんか変えたっていうのではなく、このような趣旨があるから間違っちゃいけないんですよ、やっぱり。マイナスはされるんですよ。 いいうこととになりりますねちょっとしっしかり押さえてくださいではよろしいでしょうかではこれで大体前置きが終わって、えー、所有権の登記の方に入っていきたいと思いますさあ68ページの方から第一章所有権移転登記になります、まあ、今日は入り口ですからそんな難しい話は出てきませんが では、68ページ。まあ、だんだん難しくなっていくし、改正点も次回以降絡んできますから、今日はちょっと入り口のところで、ただ、入り口のところってのは致命傷になりやすいんですよ。だから簡単なようでも、あ、それ知ってる知ってるってちゃんと一つ一つ確認はしていただきたいと思いますが、68ページから、え、当期の目的論が始まってます。で、当期の目的ですね、所有権移転とかそういうやつなんですが、どう書くかって話で、これもですね、実際の規律問題で間違う人結構いるんですよ。で、一度基礎講座の最初の方で、 勉強したと思うんですけども、あまり難しい雛形が時々しか出てこないので、まあ、覚えてないと。あるいは忘れてる。突然出てきて書けないってこともありますから、しっかり確認はしてほしいんですね。で、えー、69ページのところになりますが、まず一番上に、まあ、黒い部分があって、まあ、イラストがあって、どの権利をどれだけどうするかっていうのが目的の発想です。まあ、所有権点で言えば、どの権利をどれだけどうするか。権利を特定して、 分量を指定して、で、物件変動の種類を特定する。権利を特定して、分量を指定して、物件変動の種類を特定する。といった形になります。で、次のページ見てください。70ページ。まず、頭のイラストを見ると、えー、A さんが B さんに売りましたというふうに、所有権が全部移転した場合には、所有権移転となりますよね。所有権移転。まず、権利の特定として所有権。 単独所有の場合には、その単独所有者は所有権って権利を持ってますから、あ、どんな権利が移転するんだい所有権だよってことになる。で、何が起こるんだいって言ったら移転ってなりますから、所有権移転。真ん中の権利の分量については、この場合には書かなくていいことになってます。所有権全部移転でもいいですが、まあ、所有権っていうのは、9割方全部が移転します。皆さん、わ私もそう、実務で、 まあ、決済に行った時に、所有権の一部だけが移転しましたってケースは本当に200例あって1例ぐらいですから、相続にしろ、売買にしろ、決済にしろ、所有権って大体全部が移転するので、まあ、じゃあ大体全部が移転するなら全部移転の時には全部省いたっていいんじゃないまあ、一部の時に一部って書けば、全部の時に全部を省いたっていいですよね。だから所有権移転になるわけです。ということで、 えー、所有権が全部移転するときには、わざわざ全部って書かなくてもわかるから、所有権移転。で、次に括弧2番見てください。単独不動産の一部移転の場合には、A が単独で所有する不動産の所有権の一部、2分の1が B に移転した場合、当期の目的は所有権一部移転。下のイラストを見ると、 権利の特定で所有権です。いいですか共有の時には誰々持ち分ですが、単独所有の場合に誰々持ち分にはなりませんので、A さんが単独で持ってる場合には A さんが持ってるのは所有権なので、権利の移転する対象は所有権です。だから所有権の一部が移転するので、権利の特定としては所有権。で、分量は一部。 それから移転する対象は移転です。物件の変動は移転が起こるので、所有権一部移転という形になります。まあ当たり前のように、まあ、書いてあると思いますが、もう一度確認してください。で、70ページのその下のイラストの5行、4行ぐらい上に書いてありますが、一部のところを2分の1って具体的な分数書く必要ありません。所有権2分の1移転。所有権2分の1移転。これ間違っちゃう人が本当に時々います、実際に。2分の1って書かなくていいです。なぜいいんですか 二分の一っていうのは、権利者のとこに、権利者二分の一 B って書くから伝わるからです。権利者二分の一 B と書くので伝わるので、目的のところは一部移点っていう風に概要を書けばいいわけです。結局、登記簿全体から、今回の権利変動が伝わればいいので、目的のところは一部移点。で、えー、その、その他の、あの、権利者のとこに、所有者二分の一 B って登記されればいいわけですから、持ち分は、 まあ、あの次のページの頭に書いてある通り、まあ、共有者持ち分二分の 1B と登記されればいいので、ここで分数が出てくる以上、目的のところは一部というふうに概部、概要を書けばいいんだ。全部か一部か伝わればいいんだよってこと。で、次、71ページのカッコ3番見てください。え、共有者の一部のものが持ち分の全部を移転した。共有者、まあ、共有の場合の一部のものが持ち分の全部を移転した。どういうことかっていうと、下の ま、四角の中見てもらうと、二分の 1A、2分の 1B という情報が、カッコ3番の3行目にありますが、これが、A が持ち分の全部を C に移転して、二分の 1C、2分の 1B になったよってことです。つまり、71ページの一番下の登記簿を見てもらうと、AB が二分の1で共有のところを、この A の持ち分が全部 C に移転したよって時には、その間の黒塗りのイラスト、権利の特定として A 持ち分です。いいですね。だから共有の場合には、 A の持ち分と B の持ち分があるので、それを特定するんですよ。A 持ち分が移転しました、B 持ち分が移転しましたって。ということで、いいですかだから共有の場合には所有権って言葉使いませんからね。共有の場合には所有権って権利はないわけです。A の持ち分と B の持ち分があるんです。移転するのどっち両方って話。だから、 あの、共有の時に所有権移転で書いちゃうのは絶対間違いで、A の持ち分と B の持ち分があるので、そのどっちが移転するの、両方が移転するのってことを示さなければいけないので、必ず A 持ち分。で、分量は全部。あの、持ち分については、当期持ち分移転ってこと自体が珍しいので、まあ、全部、一部、両方書きます。だから全部の場合も書いていく。A 持ち分、全部移転になります。 所有権の時には、まあもう9割9分、大体全部移転だから、もう書かなくても全部移転の場合にはいいよねって話ですが、持ち分移転の場合にはそこまで、あの、よく出てくる話ではないので、まあ全部の時にも全部で書いてもらいたいわけですね。A、持ち分、全部移転です。これも分数は権利者のとこに書けばいいので、目的には書きません。で、次は72ページ。 括弧四4番。これも大丈夫でしょう。A 持ち分の一部が移転したときには A 持ち分一部移転です。イラストを見ていただいて A 持ち分一部移転。これも A 持ち分のどの一部、一部が4分の1ですよってことは、下の登記模を見てもらうと、共有者持ち分4分の 1C の頭の4分の1の部分から伝わればいいので、 4分の1って数字を目的に書く必要はありません。もう A 持ち部の一部移転、一部は4分の1ですよってことは、権利者の C の肩書きというか頭書きからわかるわけです。で、73ページの括弧五5番、これが間違いやすい事例なんですが、もう実務家でも間違えたりするんですが、まあ最近ではあの、まあ、コンピューターで申請しますから、ソフトで申請しますから、間違うことは少ないかもしれませんが、昔結構補正にかかっていたのが、その、 73ページの括弧五5番の上から4行目ぐらいの四角の中、3分の 1A、3分の 1B、3分の 1C の状態で D に全部移転するんだって時に、売買。不動産全部が売買されたので、所有権移転という風に書いてしまう人が結構出てきます。これ実際の本試験出たら結構な数が書,き書かれますよ、所有権移転って。で、まあそれ致命傷ではないかもしれませんが、 もう一点二点で合否が分かれる試験なんだからやっぱりマイナスされたくないですよね。だからちゃんとその下、権利の特定とすれば、共有の場合には持ち分しかないので、共有者全員持ち分になりますね。所有権っていう権利は、共有の場合には考えられません。持ち分の塊ですから。だから共有者の全員持ち分。あ、A の持ち分も B も持ち分も C の持ち分もねってことで、共有者全員持ち分の、 全部が移転したので共有者全員持ち分全部移転となりますこれ所有権移転と書き間違えやすいところですから要注意ですねそれから73ページの下の括弧六6万共有者の複数の者のが持ち分の全部を移転した場合は次のページ AB 持ち分全部移転 AB 持ち分全部移転です これ A 持ち分全部移転と B 持ち分全部移転の組み合わせですから AB 持ち分全部移転となります。で、細かいですけど問題となるのが次の括弧7です。共有者の複数のものが持ち分の一部を移転した場合。さあ、括弧7番の3行目4行目の四角の中見てください。2分の 1A、2分の 1B の状況で 4分の 1A、4分の 1B、2分の 1C にするパターンです。さあ何が起こっているのか、目的を考える前に何が起こっているかの現象を考えましょう。A が2分の1、B が2分の1持っているときに、A と B が自分の持ち分をちょっとずつ分けてあげたってことです。A が4分の1、B が4分の1、それぞれ C にあげたので、C が2分の1になりましたよ。という状況ですね。まあ、状況わかりました さあ、これをどう書くかなんです。普通に考えたら、A と B の持ち分、両方ですね。A の持ち分だけが移転したわけでもなく、B の持ち分だけが移転したわけでもなく、AB 持ち分が移転しましたから、権利の特定は AB 持ち分。で、一部か全部かっつったら、それぞれ一部ですから一部。じゃあ、AB 持ち分一部移転。AB 持ち分一部移転ってなるかっつったら、ならないんですよ。AB 持ち分一部移転ってならないんです。 例えば括弧7番の2行目に A 持ち分,4分の1 B 持ち分4分の1移転となりますまあ下のイラストでもいいですね A 持ち分4分の 1B 持ち分4分の1移転となりますだから先ほどもう簡単な話で皆さん,なんか中上級講座まで来て簡単なことを言ってるなと思ったかもしれませんがここに持ち分が書かれることを言いたいための伏線だったんですが 逆に言うと、今まで持ち分書かれなかったのに、ここ書かれるので要注意なんですね。A 持ち分4分の1、B 持ち分4分の1、い点。じゃあ皆さんもう一度、さっきの伏線を聞きます。なんで今まで持ち分書かなくてよかったんですか権利者のとこに2分の 1C って書くからですって話をしましたよね。ここだって書きますよ。権利者2分の 1C。 権利者二分の一じゃ、二分の一 C って書くんだから、それで目的は一部でお茶を濁せばいいじゃないかってことにはならないわけです。今までは、例えば、72ページの一番下であれば、A 文字文一部移転の一部って何分の何 ?72 ページの下の一部って何分の何ってことを言われたら、あ、それは四分の一ですよほら、登記の航空、4番に書いてじゃないですか。 つまり、権利者義務者の権利者のところに、4分の1って書いたじゃないですかってことで、一部でいいんですよ。もう一部なんてのは十分、権利者4分の1って書けば伝わることなんです。でも今回は、74ページは、ここに一部って書いて、権利者2分の1、AB 持ち分一部移転、AB 持ち分一部移転、権利者2分の1、これ伝わるかは伝わらないんです。なぜか。 A からどれだけ、B からどれだけ出てきたか分かんないからです。つまりこれ、A と B がお父さんお母さんだとして、子供 C にお小遣いをあげるときに、お小遣い1枚もらいました。A、お父さんが8000円、お母さんが2000円あげたのか、お父さんが5000円、お母さんが5000円あげたのか、A が2000円あげて、B が8000円あげたのかの割合っていうのは、 子供がいくらお小遣いもらったのかっていうことを示したって分かんないわけですよ。出所の割合が。だからこれも、A、B 持ち分、一部いて、あ、A と B からお小遣いもらったのね。あ、合計1万ね。これが分かったとしても、それぞれ、何、それぞれがいくらくれたのかの割合というのが、どうやっても伝わんないんですよ。だから、目的のところに、じゃあ分数書いてもらおうかっていうことになったわけです。っていうことで、 A 持ち分が4分の1。B 持ち分が4分の1移転して2分の 1C ですよっていうふうに書くわけです。で、これを教えると全部分数書きたくなっちゃうからさっき言ったんですよ。もう2分の 1C って書いていいところはもう一部でいいんですよ。でもここは2分の 1C って書いたとしても出どころの割合がわからないから例外的に分数書くんですね。で、逆に言うとこれ以外分数書かないんです。 一部で伝わらいいないからしょうがなく分数書いてるんですよろしいでしょうかということですでは次です75ページ 4番。え、権利を数回に分けて取得している特殊ケースとして、括弧一1番。え、所有権が数回に分けて所有権を取得している。えー、登記簿を見てもらうと、X がまずコーク2番に載っていて、コーク3番、一部移転で3分の 2A。で、コーク4番で3分の 1A。だから、不動産的には A が所有者だから、この A の所有権が普通に売買されたら、所有権移転となるケースですね。でも今回は、えっ、ー、と、二段落目。 えっと、当規模の後の二段落名。このような場合には、A はコーク3番で取得した持ち分のみ、またはコーク4番で取得した持ち分のみを処分することができます。さあ、その場合の、例えばコーク3番だけ処分した時の目的はっていうと、75ページの一番下のイラスト、所有権一部、括弧順位3番で登記した持ち分移転。ということになります。で、これも、あの、似たひな形がいくつかあるので、しっかり意識してほしいんです。もう、 あの、合格するためには、ケアレスミスしてる場合ではありません。だから、いや、こんなの聞けばわかるんだけど、本試験で書き間違えましたってことは、絶対にないようにしなければいけないので、しっかり、簡単なようですが、確認してほしいんですが、まず、A が持ってるのは所有権ですからね。2回に分けて取得してるけれども、所有権ですから、これ、なんか A 持ち分一部とか書いちゃう人がいますが、持ってるのは所有権だから、まず、権利の特定とすれば、所有権で書かないといけない。で、そのうちの一部なんですよ。 だから所有権一部移転なんです。所有権一部移転だけどその一部というのが万全の一部ではなく、広3番に該当する部分なんですよ。広区4番ではないですよ。ということを示すために、所有権一部、で、その一部の説明として、説明を後ろに置いて、一部、括弧順位3番で登記した持ち分というふうに後ろから説明して移転です。所有権、 で分量としては一部、あただその一部というのは、ね、順位3番で登記した持ち分ですよ移転。こんな感じになります。でこれも頭の所有権というのを A 持ち分とかいう人がいますが、まあ、A が持っているのは所有権なんだと共有の場合には誰々持ち分の塊ですが、えー、単独所有の場合には2回に分けて持っているようが所有権ですからね持っているものは。といった形になりますででは次です。 カッコ2番76ページ。えー、共有者が数回に分けて持ち分を取得している場合。さあ見てもらうと、えー、A が3分の1で、さらに A が3分の1ですから、X が3分の1残してますね。だからこの不動産見た段階で、A が2回に分けて取得している点は前のページと一緒ですが、A が持ってるのは持ち分で、この不動産には X の持ち分と A の持ち分があると。 X の持ち分と A の持ち分があると。だから、所有権って言葉は、登記の目的には出てきません。もう、どう、ないたって、えー、まあ、所有権って言葉は出てこない。だから、えー、これ、A の持ち分のうち、例えば、コ区ク3番の3分の1が移転したならば、太字で書いてある通り、A 持ち分1部、順位3番で登記した持ち分移転になります。で、これを、えー、この2つがですね、本当に誤解する人がいますが、 これは共有ですから A 持ち分なんです。共有だから、経理の特定として A 持ち分か X 持ち分か、共有者全員持ち分かなんですよ。で、今回は A 持ち分です。だから A 持ち分。で、そのうちの一部ですよ。で、その一部というのが万全の一部ではなく、順位3番で登記した持ち分ですよ。それが移転と。こんな感じになります。まあ、そんな形として押さえておいてください。さあ、このような一部移転なんですが、ね、今度は、 78ページ。一括申請の可否。一括申請の可否ですね。一括申請の可否。79ページの頭を見てください。さあ、今回は例題の1。令和2年7月5日、A 及び B は C に対して次のように登記されている高土地を売却した。えー、登記申請ですよ、と。 A と B が共有していて、A の持ち分だけに抵当権がついてます。さあ、A と B が C に売却したんだから、皆さんわかるのは所有権移転ではないですね。A と B が共有してるんだから、所有権っていう言葉は使えません。A 持ち分、B 持ち分って言葉を使います。あるいは、全員が移転するのは共有者、税持ち分、全部移転です。ということで、まあそれをするんですが、 この時に気をつけてほしいのは、つまり、共有者全員持ち分全部移転登記をするときに気をつけてほしいのは、おつく一番に A 持ち分だけに定等権がついている。この場合には一括申請ができないってこと。つまり、A 持ち分の移転と B 持ち分の移転を一件で申請することはできないってことです。つまり、これは、A 持ち分と B 持ち分というふうにこう、登記されてるから、いいんですよ。A 持ち分。 B 持ち分って登記されてるから、それぞれ別個の権利と認識できますよね。ほら、こうやって A 持ち分、B 持ち分って登記されてるから別個の権利として、あ、A の持ち分も B の持ち分もあるんだって別個の権利として公示されてるわけです。で、この A の持ち分だけに定当権がついてると。 こういうのはあり得るわけですね。いわゆる別個の権利として登記されているから、A の持ち分だけに定等権がつくってことは十分工事ができるわけです。つまり、A の水槽と B の水槽に分かれてますから、どちらかだけにバスクリーンを入れることはできるわけですよ。バスクリーン。あの、入浴剤です。なんか、オレンジなのに緑になったりするあれですよ。えバスクリーン。で、これをこう入れるわけです。そうすると、A の水槽がオレンジになっ、緑かな緑になったとしても、B の水槽は 透明なままですよね。だから片方だけに低等権設定できるんですが、これを共有者全員持ち分全部移転で、バツです。共有者全員持ち分全部移転で移転してしまうと、一つの水槽になっちゃって、あれ 半分だけバスクリーンがついてるなんてことが工事できないぞ。つまり、この C の所有権のどこに定当権がついてるかがわかんなくなっちゃうから、一括で申請しちゃいけないわけですね。だからこれは2回に分けて申請しなければいけない。A 持ち分と B 持ち分を2回に分けて C に移転すれば、あ、こっちがバスクリーンがついてる C、 の所有、持ち分ですね。こっちがバスクリーンが入ってない C の持ち分、所有権ですねっていうことが、まあ C が所有者ではあるんだけども、こっちは抵等権ついてます。こっちはついてませんっていうふうに工事ができますから、2回に分けて移転しないと、権利のついてる部分とついてない部分が混ざってしまうと、工事上困るわけですよ。 一つの水槽のいや半分についてるんですよだって混ざっちゃいますからあれ結局どこに低闘権ついてんのなんてことになっちゃうわけですねだから混ざらないようにちゃんと2個の水槽のうち2個の水槽の水質が全く一緒ならいいけれども肩はバスクリンが入ってるわけですからこれはバスクリンの入ってる持ち分とバスクリンの入ってない持ち分をちゃんと2回に分けて移転しないとえ C の、えー、水槽の中で混ざっちゃうからちゃんと2回に分けて別の水槽として 権利を公示していくって形になります。で、80ページの頭を見てもらうと、ほら、えっ、ー、と、上の登記簿で、ちゃんと A 持ち分全部移転、2分の1 B 持ち分全部移転、2分の1というふうに2回に分けて、2個の水槽に分けて C が取得できるわけです。C が所有権を取得したことは事実なんですが、ちゃんと2個の水槽に分けて取得できますから、工事上、あ、 え、コーク4番の持ち分に定等権が付いてるんだなってちゃんと公示ができるわけですよ。だから定等権が付いてる場合には、家庭二2回に分けて取得しないといけないよってことになります。ではもう一度79ページに戻ってください。頭の等規模。また記述問題の対策のクラスでお話はしますが、79ページの頭の等規模を見てもらって、おつくに定等権があります。この持ち分のみに定等権がある。 持ち分のみに差し押さえがついているなんて時には、この2回に分けて取得する登記を必ず疑ってください。で、これも、記述問題解いている時に、登記簿を見た時に気づかなきゃいけないんです。だから皆さんは、まず一つは、持ち分に定当権ついていたら2回に分ける登記を疑う。これがまず知識です。2回に分ける登記を疑う。これは疑わなきゃいけない。でも、皆さん疑いますよね。はこれもしかしたらそう来るかもね。 でもそれって10分後忘れてるんですよ私も昨日なんかすごいいいことを思いついてその場でメモしなかったらあのあれですねなんかすごいいい語呂合わじゃなくて考え方を思いついてあで検証しようと思ってそのままお風呂出て忘れちゃって思い出すのに1時間ぐらいかかってな何考えたんだかなってやりましたが本当に忘れますからねですから2回に分けて移転するってことを 忘れちゃうので、その場で必ず、これ2回じゃねえかってメモ取る。2回、ハテナみたいな。いうことをして、その20分後に申請書を書こうと思って、多分、だってこれ、A だけに持ち分がつ、A の持ち分だけに定等権ついてるってことは後で売買するんですよ。A と B は C に売買しました、みたいな。で、その登記をするときに、 二回に分けることを忘れるんだよ。売買契約書。A と B が C に売りましたと契約書が当てられたら、あ、これ所有権に出んねってなりますよね。で、場合によっては、共有者は税持ち分全部移転で書くことすら忘れますよ。だからこれはもう二回に分ける移転ってことを将来の自分にメモしておかないと忘れます。言ってみれば、今思いついたことをメモしておかないと忘れるのと同じように、明日、えー、 例えばですね不動産登記のテキストがいるよって明日起きたら準備しようって忘れますからメモを残しておくとかいうふうにしておくわけですよねだからこれも2回に分けて登記するんだってことを必ずこれ疑っていかなければいけないでそれはもう大体8割ぐらい来るでしょうから将来の自分に向けてやっぱりメモを取ることですだから皆さんはこの記述問題の場合にまずは解放というのは知識からあこれ2回に分けて移転する 問題が来るじゃないかっていうふうに伏線が貼られてるわけですから伏線から論点を想起することでそれを必ずメモすることこれが記述問題では必要になります、まあ、A の持ち分にだけ定当権ついてるってことはまあ2回に分けて移転するか及ぼ先行かぐらいじゃないですかですから、まあ、必ずこんなのは2回に分ける投機まあ及ぼ先行であれば後とで分かりますから2回に分けるのが恐ろしいんですよで2回に分ける投機をえー 気づくのは、この現場が一番やっぱり気づきやすいですからね。持ち分だけに定答権ついてる。あ、それ2回に分けるのを疑ってこうメモしておく。これでもう間違える余地がないんですよ。で、2回に分けなかったらそれはそれでいいじゃないですか。メモだけ残しとけば。で、2回に分ける登記を落とすと、下手したらその後枠がずれます。だから落としちゃいけないんです。名変とか、こういうのは。まあ、そんな形ですね。 で次ですまあ同じ問題ですが今度は80ページの下の括弧二2番です80ページの下の括弧二2番、えー、所有権の所有者の数回に分けて取得した持ち分の一部が第三者の権利の目的である場合ですさあ皆さん例題の2令和2年6月25日 B は C に対して次のように登記されている高土地を売却した登記申請をせよさあ B が C に売却しましまた次のページ答えがありますから見ないで B が C に売却しましたじゃあ皆さん登記、えー、申請書を作ってみてください目的だけで結構です B が C に売却しました件数も1件なのか2件なのか、まあ、3件のことはないでしょうけれども3個枠があると思って目的を作ってみてください B がこの土地を売りましたと。 必ず作ってください、まあ、どっかメモするとか、まあ、頭の中でもいいですけどね証拠を残しておかないとズルしますから「あ合ってたかもしんない」とか言って。 よろしいでしょうか。で、次のページの真ん中あたりに太字が2つありますが、これが正解です。正解は2件。正解は2件ですね。1件目が所有権一部か、順位3番で登記した持ち分移転。まあ4番でもいいですけど、まあ B 持ち分全部移点これが2、2件目です。まず、所有権移転って1件でやっちゃいけない。なぜならば、B 持ち分の 提当権がついてますが、さあ皆さん登記を読み取ってみてください。このオツクの B 持ち分提当権設定って言い方がちょっとおかしいですよね。だって B ってもう所有者になってるわけですよ。 じゃあ、B 持ち分ってどういうことっていうと、陶器が入った順番を確認してもらうと、コーク3番で持ち分二分の一 b で、この時代は A と B の共有状態ですよね。A が二分の一で、そこから二分の一が B に移転している。で、その段階で、おつく1番の定等権がついてるわけです。ほら、令和2年、4月5日、463号ですから、この共有状態の時に Y の定等権ついてますので、この Y の定等権は、 コーク3番の2分の1についてるわけです。コーク4番にはついてないんです。で、コーク4番は、定等権のついてない持ち分を A から譲り受けてますから、この B が所有者ではありますけど、コーク3番の2分の1は定等権がついていて、コーク4番の2分の1は定等権ついてないわけです。だから、定等権のついてない2分の1とついてる2分の1がありますから、それをちゃんと、 バスクリンのついてるのとついてないのを2回に分けて移転しなければいけないわけです。だから、所有権移転で1回でやってしまってはいけない。このような場合に、この定等権がどこについているかを必ず確認する。で、今回は B の持ち分の二分の一に定等権ついていて、コー四4番の二分の一にはついてないから必ず2回に分けて移転することが分かるのが第一。あとは皆さんの回答を見ていただいて、1件目が所有権一部。まあ、いいですか ?B が持ってるのは所有権ですからね。 持ち分は持ってません。えー、共有じゃないから所有権としか書けません。所有権の一部、で、その一部ってのは順位3番で登記した持ち分の移転といった形になります。で、あと2件目の申請間違いなかったことか。B 持ち分全部移転。2件目を所有権一部、え、各順位4番で登記した持ち分移転と書く人がいますが、登記っていうのは、皆さんが1件申請するたびに登記簿は書き換わります。 皆さんが一件申請すると、つまり、えー、所有権一部、3番で登記した持ち分移転をすると、3番の B 持ち分が C になりますから、その瞬間に B と C の共有になるわけです。B と C の共有、つまり、コ、えーク5番に C が登場して、コーク4番の B 持ち分と共有状態になる。その共有状態の B 持ち分が全部移転するわけだから、B 持ち分全部移転といった形になります。 登記は1件申請するために登記簿が変わりますから、この2件目の申請を所有権一部、順位4番で登記した持ち分移転というふうに1件目と2件目を同じ目的にした方は間違い。2件目は、二件目を申請するときには1件目で申請した結果共有になっているんだと。1件申請するために登記簿が変わるんだということを前提に次の申請をしていかないといけないので、2件目の申請は B 持ち分全部移転といった形になります。 当期を申請するたびに、当期簿がどのように書き換わるのか、その書き換わったことを前提に次の申請をするわけですよね。さあ次です。で、今度は81ページの一番下の当期簿を見てください。えー、例題の3、令和2年6月25日、B が死亡した。相続人は C である。さあ当期の申請をせよ。 さあ、登記簿を解読してもらうと、また B が所有ですから、まあ、B が所有者ですから、2分の 1B、2分の 1B と、2回に分けて取得してるけれども、2回に分けて取得はしてるけれども、所有者にはなってます。だから、まあ、所有権移転とか、そんな感じの登記の目的になるはずなんですが、所有権って言葉を使った申請にはなるんですが、さあ、ちょっと見てもらうと、大津区に定等権ついてます。この定等権は、 受付番号から見ると、このおつく1番の B 持ち分というのは、コーク3番の B 持ち分のことを指しますね。ですから、コーク3番の B の持ち分には定等権が付いているし、コーク4番の B 持ち分には定等権が付いてない。B は所有者で割って2回に分けて取得して,おくている。そのうちの1個には定等権付いていてこの、そのうちの1個には定等権付いてないって形になります。ってことは、 定当権のついている部分と定当権のついてない部分を2回に分けて移転しなければいけないかというと今回は1件で申請します。所有権移転です。1件で申請します。所有権移転です。なぜかというと例題の3の問題文相続だからです。死亡したと書いてある相続。相続の場合には 定当権のついてる持ち分とついてない持ち分があったとしても1回で移転しますだから所有権移転次のページを見てくださいえっ、ー、と上の方に太字があります えっと、昭和30年の先例ですが、相続を原因とする場合には、第三者の権利の目的となっている部分と、そうでない持ち分があったとしても、一件で所有権または持ち分の全部移転の登記をしなければいけません。まあ、後でまたやりますが、次の段落いってください。相続の場合には一部移転が許されない。こういう原則があります。相続の一部移転をするとどうなるかっていうと、 例えば、X が非相続人で、2分の 1A、2分の 1B で相続しました。X の不動産を子供たち AB が半々で相続しましたときに、じゃあ、2分の 1A の登記だけやろうっていうと、所有権1部位点、2分の 1A。で、2分の1は X が保持してます。維持してます。ってことになると、X への共有状態になる。相続を原因として、非相続人と相続人が共有になるっていうのは許せないんです。 相続であれば、もう死亡しましたから移転しますっていう風にやりたいのに、相続によって一部移転されてしまうと、非相続人が相続で移転登記している割には一部残してるやんってことになるわけですね。これはよろしくないってことで、相続を原因とした一部移転は許されないという原則があります。 これはまた後でやりますが、所有権保存登記と相続移転登記はオーラナッシングって言っていて、まあいわゆる一部移転が許されないんですね。で、それはいいでしょう。で、今回は、定当権のついてる部分とついてない部分がありますから、一部移転をやってくれって要請もあるわけです。だからこの問題文は、一部移転は許されないっていう相続登記の要請と、いや、片方に定当権ついてるんだから、必ず2回に分けて移転しろよな、っていう要請が矛盾するんですよ。 この矛盾する要請のうち、相続は一部移転が許されないという要請が勝つってことです。まあ、二回に分けて移転しなくてもいいかと。相続は二回に分けて移転しちゃいけないと。相続は二回に分けて移転しちゃいけない。そっちを優先させました。 いいですね。相続は一部移転が許されないって要請と、抵当権が付いてるんだから2回に分けて移転してくれよなっていう2つの要請があるんですが、一部移転は許されないって方の要請を優先させて、一件で申請します。だから、権利が混ざっちゃってもいいから所有権移転。権利が混ざっちゃってもいいから所有権移転です。下の登記簿を見てください。 所有権移転所有者 C です。所有権移転所有者 C。もともと B が単独所有でしたが B は2回に分けて取得していて B は2回に分けて取得していて片方がコーク3番で片方がコーク4番ですね。 で3番の方には定等権がついてるわけです。幸福3番の方には定等権がついてるわけです。普通は定等権のついてる持ち分とついてない持ち分があれば2回に分けて移転しなければいけませんが相続は1件で移転できる。相続は1件で移転できると。相続は1件で移転できる。そうすると まあ、定当権が、ま、なんか、どこまでついてるか分かんなくなっちゃうけど、まあ、いたしか方ないかと。え、相続で共有、相続で非相続人と相続人の共有というありえない状態が出現する方が嫌なんです。まあ、分かりづらいよりはありえない状態が嫌だってことなんです。だから、まあ、工事上分かりづらくはなりますが、まあ、ありえない登記をするよりはましだ。ということで、一件で申請させてしまうということになるわけですね。 ということで、工事が多少ややこしいですが、まあ仕方がないということです。で、この等規簿を見てもらって、今画面の通りですよね。低等権は、うん、まあ C の所有権っていう一枚輪の一つの水槽で等規簿に乗ったんですが、その一つの等規簿の半分だけに低等権ついているという、ちょっとわかりづらい状況です。え、なにこれ、一つの水槽なのに半分だけバスクリーンが入ってるんですかっていう、よくわかんない状況になっちゃうわけですね。 ただ、まあ、工事上はともかく理論上は半分に定等権ついてるんですよ。だから、この定等権のついてる持ち分だけを移転することができます。ちょっともう下書けないですが、定等権のついてる持ち分だけを移転することもできます。定等権のついてる持ち分だけを移転することもできます。 一応 C という一つの水槽にはなっちゃいますけど見えないこう境界線みたいなのがあるはずなんですよこっちはバスクリーンですみたいなですから理論上あるはずなのでそのじゃバスクリーンに入ってる持ち分だけの移転というのは実は許してるんですねでそれが83ページ太字見てください所有権一部順位3番から移転した持ち分移転 もう、ほら、C の所有権は一枚はだから、ここで、その一部を指定できないので、ちょっと画面見てもらうと、この上、3番から移転した持ち分の移転と。C の所有権ではそれ以上を示せないので、3番から移転した持ち分についての移転ですよ、っていった形で、工事をすることになります。所有権一部、順位3番から移転した持ち分移転。さあ、これもわかるようにしておいてください。 とということでしたよろしいでしょうかでは次さあここから84ページからいよいよ普通の講義に入ってきますえ第2章特定承継による所有権移転登記特定承継による所有権移転登記ですねまず共通の事項は大丈夫かと思います基礎講座レベルのところですからねでは86ページ まず、売買。売買も基本だから大体大丈夫かというふうに思います。まあ、えっ、ー、と、86ページから見ていきましょう。2番、売買。1番、意義。まあ、いいですね。で、2番、農地の売買。農地の局がいるってことです。で、3番、登記原因なんですが、年月日、売買で OK ですね。で、もちろんこの売買というのは、売買契約の日っていうよりは移転した日です。まあ、この登記原因っていうのは、その目的が、ど、いつ起こったのか どういうふうな原因で起こったのかを書きますから、売買と書いてからといって、売買契約の日を書くとは限りません。移転した日を書きます。売買で移転したんです。移転した日はこの日ですっていうのを書くわけですね。ですから、例えば、カッ2番見てください。移転時期特約がある。移転時期特約がある。例題見てもらうと、高土地を所有する A は、 令和2年6月15日に、コートを B に売却する契約を締結した。当該契約においては、所有権は売買代金の支払いと同時に移転するものとするという特約がなされている。令和2年6月2 5日、B から A に売買代金が払われました。A から B への所有権転倒の等期の登記源を答えよう。これ確かに、 6月15日に売買契約してますが、6月15日に所有権が移転するわけじゃないですね。この6月15日は所有権移転時期特約がついていて、移転するのはお金払った日だよ。移転するのはお金払った日だよって言ってるわけです。だから実際にお金が払われた6月25日にその特約の効果が発生するので、6月25日売買といった当期限になります。実際に移転した日を書く。 で皆さんはこれを期日問題として想定してください。期日問題であれば、売買契約書の特約の中で移転時期特約は探さなければいけません。で、移転時期特約があれば、その移転時期が来るまでは移転しませんから、登記園日付に影響します。 だから皆さんは売買契約書が1ページ最近は大きなものが与えられますが、契約不適合責任だとか、そんな細かいことなんか別に目通さなくたっていいんですよ。契約不適合ってあった瞬間にその条項を見なくて大丈夫です。でも、移転時期特約は探さなければいけないですよね。移転時期特約があれば、その特約の書いてあることが起こらない限り、移転の効力生じないので、当期限日付がずれ込むわけです。で、今回は、 6月25日に移転するという特約ではなくて、お金を払ったら移転すると書いてありますから、次に記述問題で皆さんがやる作業は、お金払った日を探すこと。多分、領収書があるか、事実関係の中に書いてあるでしょうから、それを探すこと。そうすると、6月25日にお金が払われましたと。あるいは、6月25日にお金を受け取った領収書があると。いったことであれば、6月25日売買といった登記原因になります。 で次にカッコ様の他人物売買ですがこれは他人物売買において売り主から飼い主に所有権が移転するのは売り主が真の所有権から所有権を取得した時とされているので当該日付が当期限日付となりますあのこれ民法の知識ですが他人物売買っていつ効果発生するかっていうことなんで 他人物売買がいつ効果発生するかというと売り主が真の権利者から所有権を取得した時ですね売り主が真の所有者から所有権を取得した時ですから例えば A が真の所有者で B と C で売買契約をしましたと 6月じゃ15日としましまょうかでこの時に6月15日に所有権移転の効果発生する方はしないんですよ。これ民法で勉強した通り、お、え、り、ーまあ、いわゆるないものは売れないですからあの無から有は生じませんから B がいくら投げたところで C に対してはボールは流らないわけです。 ですから6月15日に売買したって所有権で権利は移転しません。だってほら、グローブの中にボールがなければキャッチボールできないって言いましたよね。ですからこれ、所有権は A にあるわけですよ。A に所有権がある以上、B から C には所有権移転しません。じゃあ、所有権はいつ移転するんですかその移転してからが当期へ日付けになりますよと言うけれども、それは B が A から購入した時です。だから A から B に対して、 で、6月25日に購入できたならば、6月25日所有権点です。なぜかというと、民法の知識ですが、復習できてますかね。他人物売買は、売り主が A から購入できた瞬間に B から C にスッと行くのであって、その後に B が、じゃあ購入できたから売りますね、みたいな意思表示はいらないわけです。もう、B が A から取得した瞬間に C にスッとこう行くわけですね。要は、 B と C はもう売買契約しましたから B から C にもう所有権が移転する流れはできてるわけですよ。もうなんていうかエス,エスカレーターみたいな感じであるいはなんかこう B から C に球が飛ぶようなシステムがこうポン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 ってこうあのなんていうんですかねバッティングセンターのこのピッチャーの機械みたいにもういつでも空回りして C に飛ぶようになってるわけです。で B が C に対してボールが飛ばないのは B にボールがないからですよ。 で、A から B にボールが来た瞬間に、いいですか、もう B の、えー、そのピッチングマシンは発動してますから、スッて C に行くわけですね。もうそれで B が一表示する必要ないわけです。よろしいでしょうか。だから、これがよく民法で勉強する、もう B が何のの一表示もすることなく、A からゲットした瞬間に C にスッて飛んでからねって話。よろしいでしょうか。 あとはよろししいでしょうかね、まあ、農地の場合にはもちろん許可が到達した日ってことになりますで申請人などについても基本知識ですからよろしいかと思いますでは次88ページ今度は贈与による移転ですもう確実合格のために細かいことでも、えー、一つ一つ落とさないようにしてくださいでまず細かいことといえばこれ89ページの四角の2 登記原因なんですが、括弧1番、年月日増与。増与による所有権移転登記の登記原因は年月日増与である。死因増与や負担付き増与の場合でも同じく年月日増与と記載すれば足ります。死因増与って書かないでください。増与って書いてください。死因増与も効果が発生したときには増与になってますから。 負担付き贈与も、不動産自体の移転は贈与ですから。それに負担が付いているかどうかは別問題です。贈与は贈与。で、括弧に、まあ、登記日付は大丈夫かと思います。売買と同じように書いてください。で、資格の3番は申請人です。 カッ1原則、登記申請は、受贈者が権利者、贈与者が義務者の共同申請だってことはいいとして、括弧2番、死因蔵舎。死因の場合、贈与の効力が生ずるときには、すでに贈与者が死亡している。そこで、死因贈与契約の執行者が定められている場合には、その執行者が受贈者と共同して申請をします。この死因蔵を執行する人が決まっている場合には、その執行者が義務者になります。 で、逆に、二段落目。執行者が定められていない場合には、贈与者の相続人全員が、義務者側の相続人による登記として、受贈者と共同申請します。なるほど。新贈与で、義務者が死亡してるってことは、義務者側の相続人による登記になりますよね。だから、相続人全員が義務者になります。 ということで、相続人による登記として受蔵者と共同して行う。義務者側の相続人として不利益を受ける立場なので、相続には全員が申請人とならなければいけませんよ。こんな話になっていくわけです。よろしいでしょうか。では次は、ちょっと今日の大山の一つである、自己取得。これを見ていきましょう。90ページです。 で、自己取得。まあ、これ民法で要件やりましたから、民法の要件をしっかり復習してもらうとして、資格のになすべき登記。各自は所有権移転登記。すでに所有権の登記がある不動産について、第三者が自己取得した場合、自己取得者への所有権移転登記を申請します。まあ、当たり前ではありますが、気をつけてください。民法上、原資取得ですが、不動産登記では所有権移転登記です。 だから、過去問でこんな例題が書いてありますが、実態上の権利変動を反映してない登記はどれですかの正解の一つが、自己取得ですね。自己取得は、民法上原始取得だけれども、不動産登記では所有権移転登記をします。で、逆に不動産登記を勉強して、あ、所有権移転なんだっていうふうに民法に遡って適用してはいけなくて、民,、えー、民法では原始取得ですからね。 所有権なんか移転してません。でも不動産登記では所有権転投記をします。これは便宜上の話です。だって、A の土地が B の土地になったんだから、登記簿上 A って書いてあって、所有者を B に変えるのは移転登記って言うんですよ。だから移転登記でやるわけです。もし、原始得だってことをちゃんと反映しようと思ったら、じゃあ登記簿全部抹消して、B の所有権保存するのかって言ったら面倒じゃないですか。で、A の名義のものを B にするならば、移転が手っ取り早いわけです。だから登記の便宜上、 A の登記簿を畳んで閉鎖して B の登記簿を立ち上げるんだったら民法のことは知らないけど移転でやっちゃおうぜって不動産登記言うわけですよ。ということで不動産登記は民法のことは知らねえけど移転でやっちまえということで移転登記やります。で91ページ。 だからまあもう、このあたりからフィクションなんですけど、91ページ、括弧二2番、持ち分移転登記。例えば、AB 共有名義で登記されている不動産について、C が自己取得した場合、A の持ち分についての、のみ、自己取得を原因とする持ち分全部移転登記を申請することができるだろうか。さあこれ、相続登記はオーラナッシングだ。所有権保存登記はオーラナッシングだと言いましたが、自己取得はどうでしょう AB 共有の不動産の A 持ち分だけの受講取得を原因とした移転登記ができるか。何が問題かというと、例えば AB 共有のも、AB 共有の不動産の A 持ち分だけを買ったとしたら、当然、えー、A 持ち分の移転、A 持ち分全部移転と登記ができますよね。 つまり、いいですかもう一度言いますよ。AB 共有の A 持ち分の移転。AB 共有の A 持ち分の移転。まあ理論上は言えます。だって、A 持ち分だけ買いました。A 持ち分だけ増を受けましたって時には、A 持ち分全部移転という登記はすることができるわけです。でも、今回原因何でしたっけ自己取得。自己取得ってことは、不動産全部を取得したわけだから、つまり物理的にその不動産を取得したわけだから、持ち分移転ってありえないわけですよ。 だから、時効取得を原因とした、誰々持ち分移転っていうのはできるのかどうかってことが問題となりますが、最終段落。よって、上記の事例において、A 持ち分についてのみの時効取得を原因とする持ち分全部移転と置き、OK 出してます。持ち分全部移転。A 持ち分全部移転 OK。A 持ち分全部移転, OK, 部移転 OK。AB 共有の不動産だから、 不動産全部が自公取得で移転するはずなんだけども、A、持ち分のみの移転登記一部移転可能ってことですまあ一部移転というか持ち分全部移転のことですがその所有権全部ではなく持ち分全部ではなくその A 持ち分だけの移転ができますよ A 持ち分だけの移転ができますよということになります自公取得を考えると確かに不動産全部を取得したはずなんですがただこうも言えます 不動産登記は義務ではないので、どんだけ対抗要件を備えるかは原則自由なんですよ。まあ相続とかダメな場合もありますが、自由なんですよ。ってことは、A 持ち分と B 持ち分の両方の持ち分を取得したから、共有者全員持ち分全部移転の登記をしたいところですが、いや、とりあえず A 持ち分だけやっとくか。全然自由です。だって、登記をするかどうか自由なんだから、A 持ち分だけすることだって自由なんですよ。対抗要件を備えるかどうかは自由。 対抗要件を備えるかどうかは自由だから、とりあえず、なんか A 持ち分が、なんか A って誰かに売りそうだから、A 持ち分だけとりあえず急いで移転しとくか、なんか B の印鑑証明取れないとか融資とかいうことで、A 持ち分だけ移転するっていうことはあり得るわけですね。OK です。 対抗要件を備えるかどうか自由だから A 持ち分だけとりあえず他人に取られないように移転しとか B は売らねえだろうしな <laughs> みたいな感じで、えー、片方の持ち分だけ移転登記をすることは全然自由だというふうに押さえてください。 相続はオーラアナッシングですが、自己取得は、まあ、確かにそ、そ自己取得ってものを考えると、不動産を自己取得したので、持ち分という抽象的な、概念的なものを自己取得することはないわけですけれども、ただ、あええー、持ち分だけ移転しとこうってことはできるんだ、といった形で押さえておいてください。登記をするかどうかなんては自由なんです。対抗要件を備えるかどうか自由なんです。まあ、あの、例えば共同提答で、 この管轄の中に3つの不動産について共同提訴しましたと契約書があったとしてもそのうちの1つだけ設定しておいたっていいわけですよね。 残りの2つの不動産は対抗要件を備えないで例えば、高土地とオ土地と平土地に定等権設定しましたとえ共同定等権設定しましたとりあえず A 不動産にだけ登記をしますというのは全然構わないわけですよ契約書からいや B 不動産と C 不動産にも定等権設定したことが分かるんですけどとっ,ったそれは、まあ、対抗要件備えるかどうか自由じゃないかというのと同じように今回は確かに A 持ち分も移転するし B 持ち分も移転するんだけれども A 持ち分にだけ 対抗要件を備えるのは自由でしょってことで、えー、持ち分のみの移転登記は可能なんだぜといった形で押さえておいていただければというふうに思います。よろしいでしょうか。では、えー、時間ですので10分休憩して、ちょっと自己取得、ややこしい話も続きます。えー、頑張っていきましょう。では、休憩です、えー。それでは後半の講義、始めていきたいと思います。で後半は、えー、テキストの91ページの下の四角の3、登記申請のポイントですが、 大丈夫だと思います。えー、ひなを書けるようにしておいてください。で、92ページのカッコ1番、登記原因なんですが、年月日時効取得。占有開始日。占有開始日。まあ、ケアレス見酒注意ですね。なんか時効が完成しましたとか言いますから、その日を書きたくなりますけれども、えー、時効完成はあ、最初に戻って効力発生しますから、あ起算日に遡って生じますので、占有を開始した日。これを必ず書くようにしてください。では、行きましょうか。 今度は四角の四、相続と自己取得。相続と自己取得というところで、これあ、いわゆるですね、枠ずれを起こす論点ではありますので気をつけてください。つまり、やっぱり本試験っていうのは、まあ、細かな日付の間違いだとか、マイナス一点だとか、 ちょっとしたそういう、さっき言った、相続人の書き方のミスだとかは、そんな致命傷にはなりません。まあ、今年の本試験なんかでも、ちょっとここの書き方間違えましたとか、まあ、数字相続の場合の書き方間違えましたとか、まあ、書き方が違うぐらいは、マイナス、1点マイナス2点の話ですよ。でも、入れなきゃいけない枠を入れてないとか、枠がずれてるっていうのは明らかに大きなミスじゃないですか。ですからそういうのは落としちゃいけないので、この相続と受講職についても、 何件の申請がいるのか何件の申請がいるのかということだから、これはしっかり押さえておかなければいけません。では行きましょう。まず93ページのカッ1。現所有者が起産日前に死亡した。現所有者が起産日前に死亡した。皆さん、既逸問題の事実関係を追っていったら、現所有者が、えー、起産日前に死亡してるわけです。 その占有開始日前に死亡してるわけです。まあ、自己取得の登記と相続の登記が想定されますが、相続登記は必要なのかという論点ですね。では例題の1を見てください。え、高土地の所有者として登記されている A が死亡しました。現所有者が A ですね。その相続人は C だ。なるほど。A の相続人が C。だから今現在は C が 所有してるんですね。で、その後、B が占有を開始し、その C に相続した後に、B が占有を開始し、その10年後、B の取得事項が完成した。B 名義とする、事項取得による所有権転倒期をする前提として、C 名義とする相続登記を先行させて申請しなければいけないか、という問題です。 では結論が3行書いてありますからチェックしてください。自己取得者が占有を開始する前に、所有権の当期名義人が死亡した場合、自己取得による所有権転倒期の前提として、所有権当期名義人の相続による所有権転倒期をすることが必要です。1件目相続、2件目自己取得です。2件の登記が必要です。1件目相続、2件目自己取得。 下に図があります。93ページの下に図があります。A が死亡したのは、起産日前。A が死亡したのは起産日前ですから、これが B が占有開始日ですね。B が占有開始日。その前に A の死亡が起こってる。B の占有開始日の前に A の死亡が起こってる。で、相続は死亡によって開始しますから、 A が最初所有してましたが、現所有者 A が死亡してましたが、C に相続が起こっているので、この A の死亡した後は C が所有者扱いですよね。A が死亡した後は C が所有者扱いですよね。で、時効が、占有開始して時効完成しました。はい。時効の効果は遡りますよね。いつまで遡ります起算日ですよね。ここまで遡ります。だから、 もうこの完成日からではなく、いや、占有開始日から僕のものでしたよ占有開始日から僕のものでしたよこの日から俺のじゃって B は言いますが、遡るのは占有開始日まで。で、ここまで遡ったとしても、その時点では既に C のものなんですよ。だから物件度は A から C、C から B と言ってるので、 A から C に一旦なった上で C の所有物になった上で B が所有しているのでこの相続登記は入れなければいけないんですね。ということで、起算日前に現所有者が死亡している場合には C のものを自己取得していてるんです。もう起算日に遡るとしてもその起算日には C のものなんですよ。 だから物件変動とすれば、A から一旦 C に相続されて、その C に相続されたものを B が取得してますから、相続登記を先行させなければいけない。相続登記を忘れたら、ま、一件登記申請を忘れた扱いになって、もう相続登記の配点が全部もらえないし、自効取得だって2件目に書かなければいけないものを1件目に書いたわけだから、下手したら全部罰の可能性だってあるわけですよね。こういうところは要注意で、こういうところが、 問題では差がつくんですさっきも言いましたが、もう細かな記載ミスとかで、まあ、もう、ボーダーラインの方は分けることもありますよ。でも、致命傷になるのはこういうミスなんですよね。だから今 対策のクラスではないですが、この講義の間からちゃんと記述を意識して、記述問題であれば、こういうことを想定しなければいけないんだなっていうことで知識としては入れておく。それを解放として紹介していくのが記述のクラスになりますが、とにかく今の段階からきちんと知識としては抑えてください。あとはそれを使いこなせるように解放化していくって話になりますから、その解放というのもその知識の土台がなければいけないわけですよね。ですからしっかり身につけてください。では次。 今度は94ページ。括弧二2番。原所有者の帰産日後の死亡。なるほど。帰産日の後に原所有者が死亡した。帰産日の後に原所有者が死亡した。さあ、例題の2を見ていただくと、A が所有者として登記されているート地について、B が占有を開始した。その後 A が死亡し、C が相続した。さあ、占有開始から10年後。 え、B の取得事項が完成しました。B 名義とする、自己取得による所有権転倒期をする前提として、C 名義とする、相続による所有権転倒期を申請する必要があるか。さあ、産業チェックしてください。え、自己取得者が専用開始した後に、所有権の登記名義人が死亡した場合、え、自己取得による所有権移転投期の前提として、所有権登記名義人の相続による所有権転倒期をすることを要しません。一件目、自己取得で OK です。 まだ相続登記がされていないのであれば相続登記がされていないのであればもう A, を義務者とし、まあ、A の不動産を、まあ、A を義務者というか相続にい登記になりますが A から C への移転登記を1件だけやれば OK ですいや B ですね A から B への移転登記を1件だけやれば OK です相続登記を先行させる必要はありません下の図を見てください B が占有を開始しました。で、その後に A が死亡しました。で、死亡後にもちろん所有権は相続に移転しますが、まあ、とにかくここで死亡しました。で、時効完成しました。で、時効の完成の効果は、起産日に遡ります。で、相続の効果が起こるのはここですよね。だから、ここで A が所有しているのであれば、 この時点で A が所有しているものであれば相続財産として C のものになりますけど、実はその前から B のものになっている扱いになるわけですよ。だから、ま、言ってみればもう生前に B のものになってますから、いや、これは一旦相続人には帰属してませんね。もう占有開始日から B のものですから、これはもう、えいきなり A から B に移転すればいいんですよって扱いになる。 相続関係ありませんね。もちろん、今現在、義務者に当たる人がいませんから、義務者側の相続による登記でやらなければいけないんですが、ただ、相続登記がいるか、相続移転登記がいるかとはいらないわけです。もう、起算日に遡る。そうすると、この時点で、まあ、言ってみれば、A から C に移ってることになる。C のものになってる。言ってみれば、これ、自己取得ですが、売買で考えれば、生前売買したのと一緒ですよね。 もう、相続時には売り終わってるわけです。当だったら、相続人による、えー、移転登記をしなければな、というのと一緒ですよ。だからもう、死亡時には親父が売っていた、死亡時には、自己取得されていた扱いになりますから、起産日に遡る関係で、これは、相続登記を先行させることなく、自己取得の登記をしてしまえばいいんだ、ああいった形になるわけです。よろしいでしょうか。でも、 これ、例えばどっかの別荘かなんかで、まあ、この A とか C の親子は行ってなかったかもしれませんがまあ、もう所有していることは認識していて A が死亡したもんですから使用書士にすみません、親父の親父、不動産たくさん持っているんで移転登記全部お願いしますなんつって A から C に移転登記は済ましている可能性がありますよねで B がずっと占有はしていますが移転登記を済ましているじゃあ登記名義が C になっていたらどうか登記名義が C になっていたらどうか 登記も見ると、相続登記は入ってるんです。今言ったように、入れなくていいんですよ。入れなくていいんだけども、入ってるんです。それは、自己取得の前提として、じゃあ1件目、相続登記入れようか、じゃあ入れなくていいですよ、って話になりますが、自己取得を気にしてないのであれば、この親子は、相続入れてくださいって入れますよね。もう入ってるんですよ。入ってるときは、自己取得者はどんな登記をすればいいですか抹消して移転なのか。抹消して移転なのか。さあ、 94ページの最終段落を見てください。なお、相続人による、対する、相続による所有権転倒期がなされている、相続登記がされている場合には、当該相続登記を抹消する必要はなく、相続人を、えー、義務者として、事項取得を原因とする所有権転倒期を申請することができます。事項の効果が起算日に遡るとは言っても、事項完成まで相続人が所有していたのは事実であり、抹消するまでのことではないからだ。ということですね。 ですから、まあ、確かに、まあ、自己取得って遡るとは言いますけど、それっていうのは、まあ、不法選挙をなくすための便宜上の、まあ、処理であって、まあ、ずっと B が相続で所有していて、完成によって、 移転したんだって要素はありますから、じゃあ、相続人の登記をわざわざ抹消するまでもなく、もうもし実行書が完成しなければあ、C の所有物ではあるわけですからね。だから、まあ、C が所有していたものを B が取得したってことで、まあ、相続人からの移転も OK です。だから、いちいち、 いや、起産日に遡るんだから、相続はなかったはずだとかで抹消する必要はありません。相続が入っていたら、もう相続人から移転した扱いで、まあ相続人を義務者として移転登記をしてしまえば OK です。だから皆さんが今から登記をなるべく最小限で済ましてくれ。 登録免許税も少なくしてくれって問題文に言われて、登記をしようと思ったら、相続登記はやらないで、自己取得の登記だけやるんですよ。でも、すでに相続登記が入っていたら、わざわざ抹消することなく、移転登記、自己取得の登記をしていただければ OK です。抹消するのだって、お金かかりますから、登録免許税を安くしろって言われたら、抹消登記しないで、もう、その相続人からの移転登記をすれば済む話ですからね。まあ、そんな形で押さえておいてください。95ページ、括弧3番。 占有者の時効完成前の死亡。今度は、時効取得をしている側の死亡です。時効取得をしている側の時効完成前の死亡。例題の3を見てください。A が所有者として登記されているート地について、B が占有を開始した。その後 B が死亡し、C が相続して占有を続けた。親子で占有を続けたわけです。占有の承継が起こっているわけですね。 で、B の占有開始から10年後、時効取得が完成しました。この場合、直接 C の名義とする時効取得による移転登記を申請できるのか、また、あ登記、日付はどのよう、どの時点の日付となるか。さあ、所有者は A のままなんですが、B が占有を始めて、完成する前に承継、親子の承継が起こって、C がお父さん。 残りの3年は俺が占有するぜって占有続けたわけです。で、事項完成しました。で、やるべき登記は、まあもちろん A 名義になってます。現所有者名義になってますが、はじめは B が占有をしてたんだから、B に移転して、で、B から C にさらに相続をさせるのか、それともいきなり相続人に移転していいのか、ということが問題となります。 下の図を見てください。確かに、B が占有開始して、で、B が死亡して C が占有を継続しましたから、まあ、ここまでは B が占有してるんですね。でも、占有というのは承継されて、B が途中まで占有してましたが、C が引き継いでます。だから、で、自己完成しました。 で、ことは、この占有完成させたのは C なので、C が自己取得するんです。で、それが、占有開始日に遡ったとしても、初めから僕が占有してましたよって扱いにしていいので、初めから、 C が占有して、あし、えー、所有してました、ごめんなさい、所有してました、占、まあ、有は B がやってましたけど、B から C に占有が承継したんですが、その C が時効完成させた以上、初めにさかのぼって、初めから僕が時効取得してましたけどって扱いでいいんですね。だから、A から C への時効取得の移転登記を1件だけやれば OK です。一段落目の最後、太字、見てください。 えー、事取得により所有権を取得したのは C だと。だから A から C への事項取得の移転登記をすればいいんだよってことになります。確かに、えー、遡りますけれども、それは C が取得したって事実を変えるものではありません。えー、C の占有で自己完成したんだから、事項取得したのは C だというのはまずありき。だから A から C への移転登記をやるんだ。じゃあ日付はいつかっていうと、もちろん起算日に遡りますから、占有開始日に遡るんですよということですね。 でも、初めは B が占有していたんですけど、まあもう関係ないです。もう C が自己取得したんです。で、日付は占有開始日です。まあ占有の承継というのを認めてるんだから、まあこれも OK だということになります。え占有の承継をすることで自己完成の効果を遡らせているわけですから、C が自己完成させました。で、それが記算日に遡ります。だったらあ、C が初めから所有してましたの扱いでいいわけですよね。ということで、A から C への所有権転倒期を1件だけやれば OK です。 1> で1つ面白い問題があって例えば C というのはこの辺りで生まれましたいやーうちの父ちゃんって俺が生まれる前からあの不動産占有してたんだぜみたいないう話でそうすると C は自分の生まれる前の日付で取得することになりますけどいいですかって言ったら「いいですよ」っていうのが上の最終段落に書いてあります。 出生前の日付になっちゃっても構いません。出生前の日付になっちゃっても構いません。あくまでも B と C が2人で頑張って戦友の承継をして自己を完成させたわけで,で、C は B の力も借りて戦友を続けたわけですから、まあ、遡って自分の生まれる前になっちゃっても構わないわけです。 それは自分の生まれる前は B がやってくれてそれを2人が力を合わせて最終的に C が自己取得したわけですから、まあ、生まれる前の日付だっていいわけですね生まれる前だから困ることはないわけです、まあ、そんな形でよろしいでしょうかあと2つあります96ページ 占有者の沿用前の死亡。つまり、時効が完成してから死亡したケースは2つに分けなければいけない。時効が完成して、沿用する前に死亡したのか、沿用後に死亡したのか。では行きます。え、括弧4番。占有者の沿用前の死亡。例題の4です。A が所有者として登記されているコート地について、B が10年間占有を継続し、B の取得時効が完成しました。 で、その後 B が死亡し、C が時効の援用しました。B が死亡した。親が死亡して、子供が援用した。親が死亡して、子供が援用した。さあ、この場合、直接 C 名義とする時効取得による所有権転倒期を申請することができるのか。さあ、時効完成前に死亡した場合には、親父の占有を続けてやるっていうことで子供が、 専用を承継しますから、子供が時効完成して、子供が援用して、子供が時効取得をしますけれども、さあ今回は、もう親の段階で時効完成してるんです。下の図を見てください。B が専用開始して、時効完成して、B が死亡したんです。あれうちの親父、時効完成したのに、援用知らねえのかなっていうことで、子供が援用したんです。 さあ、これどうなりますまず、時効の効果っていうのを考えていただきたい。時効の効果って、時効完成しただけで発生しますか発生しないですよね。時効が完成したら何も起こらないんです。あの、ドラゴンボールが7個集まったって何も起こらないのと一緒です。いでよ、シェンロンって言わないといけないです。 沿用して、初めて時効の効果が発生するんです。だから、時効が完成するのは、まあ、そういう事実が起こっただけ。で、そっから沿用っていうのをして、初めて、シェンシェンじゃない、あの、沿用して、初めて、えー、そう、時効の効果が起こるんですよ。所有権取得できるんですよ。だから、沿用して初めて時効が取得できる。権利が取得できる。沿用したんだれ ?C ですね。だから、時効の効果が取得する、できるのは C なんです。 はい。C が自公取得で権利取得しました。で、A から C に移転します。A から C に移転します。A から C への移転登記を一件だけやればいいですよってことになるわけです。援用して初めて効果が発生するんだ。だから B は延用してないんだから、B のもとで自公は取得、自公取得による権利取得は起こってないわけですよ。で、 相続人 C が援用して、初めてそこで権利を取得できたわけだから、誰が取得して、したんですか C ですよ。誰が取得したんですか C ですよって話になる。だから C が取得したんだから A から C への移転登記をする。もう記算日には遡りますけど、C の取得の登記をしていけばいいわけです。直接相続人に移転登記をすれば OK ですね。では、96ページの一番下、カッコ5番です。占有者の援用前の死亡。 例題の5を見てください。A が所有者として登記されているート地について、B が10年間占有を継続し、B の取得事項が完成した。B は事項の延用した後に死亡し、C が相続した。この場合、えー、直接 C の名義とする事項取得による所有権転倒期を申請することができるのか、次のページの図を見てください。B が占有して、占有開始して、 時効が完成して B が援用してます。さあ、時効取得の効果はいつ発生する援用で発生しますね。この図の援用のところで取得できるんです。援用したんだあれ ?B ですね。だから、時効によって権利取得したのは B です。B が、権利ゲット権利ゲット取得できました !B が権利取得できました !C は その権利を相続によって受け継いだんです。その後死亡してるから。親父が確実に権利ゲットして、その後に死亡して相続で承継した。つまり、時効で取得したのは B なので、A から B への時効取得の移転登記をして、B から C に相続で移転登記をするわけです。図を見てください。 ここで援用することによって、権利ゲットしたのは B ですからね。で、B が権利ゲットする。まあ、効果遡りますから、こっから B のものでしてよって扱いになりますが、で、死亡によって、B から C に承継するので、A から B への移転登記と、B から C への移転登記の2件の登記が必要になります。いきなり A から C に持ってってはいけない。いきなり A から C に持ってってはいけないと、こういった形になりました。 97ページの上に。 文章が書いてありますから見てください。え、占有者が、ああ、取得事項の完成後に延用してから死亡した場合は、あ当該占有者非相続に対する、えー、事項取得を原因とする所有権転倒期を申請した上で、相続を原因とする相続人への所有権転倒期を申請すべきだ。あ、直接相続に対する事項取得を原因とする所有権転倒期を申請することはできませんと。ゲットしたのは相続、非相続人だから。ゲットしたのは親父だから。ゲットしたのは親父だから。 では97ページ、これで相続と時効の話はおしまいです。皆さんは相続今日お風呂入って、お風呂入りますよね、バスクに入れてお風呂入りますよね。で、お風呂入っているときに相続と時効を思い出そうとって5つ思い出せないといけないということです。まず、帰産日前に減少有者が死亡した場合、帰産日後に死亡した場合、次が占有者の死亡だったな。 完成前に死亡した場合、完成後だけど、遠洋前に死亡した場合、完成して、しかも遠洋した後に死亡した場合、それぞれ思い出そうっつって、ちゃんと思い出せるようにしとくこと。思い出せるレベルで身につけておけば、記述問題でも大丈夫です。卓一問題は文章のヒントがあるから、まだ思い出せればいいし、思い出せなかったら他の選択肢から見ればいいんですが、記述問題で出たら、致命傷になりかねませんからね、しっかり思い出せるレベルでやっておいてください。 では97ページ四角の5第三者との関係第三者との関係括弧1時効完成前の第三者さあちょっと見ていきましょう例えば A の所有する高土地について B が専用開始した後に C が A から売却を受け A から C への所有権転倒期がなされた。この後 B の事項が完成して沿用したという事例で考えよう。この場合 C は時効完成前の第三者である。で、民法的な知識を思い出してください。時効完成前の第三者に対しては、当期なくても勝てますよね。よって、時効取得者である B は C を義務者として、えー、時効取得を原因とする所有権転倒期を申請することができますよってことになります。時効完成前の第三者は、 民法的にも当事者扱いですからそうすると C の不動産 C の不動産を B がゲットしたえ C の不動産を B がゲットしたというふうに考えることができますから C から B への移転登記をやってしまえば OK なんです起算日に遡るといっても、えー、現所有者が A から C に移ってまして今現在登記名義は C ですから C を義務者とすればいいわけですよねで括弧2番 時己完成後の第三者。時己完成後の第三者。さあ、これも皆さん、民法の知識としては分かると思うんです。177条のところで、時己完成後の第三者との関係はって勉強してました。どんな勉強でしたっけ時己完成後の第三者には、投機なければ勝てません。 時効完成後の第三者には投機なければ勝てません。さあ、時効完成しました時効取得者は投機することができますおーっと、第三者が現れたどっちが先に投機するでしょうかっていう競争ですから、先に投機した方が勝ちだって話をしましたよね。レースが始まったら投機です。平等なレースが始まったら投機です。ということで、時効完成後の第三者に対しては、投機なければ勝てません。それが、不動産投機ではどのように出てくるかってことですが、 カッ2番。例えば、A の所有する高土地について、B の取得事項が完成し、援用もされたがあ、その後、C が A から売却を受け、A から C への有権転倒期がなされたという事例で考えようと。もちろん C に対抗することはできません。さあ B さん、時効が完成しました。遠慮もしました。登記をすることができます。さあ C も登記をすることができます。どっちが早いでしょうかっていうレースが始まったら、投記入れた方がゴール、勝ちですから、これはもう C が登記入れている以上 C の勝ちです。 ということで3行目。この事例における C は、時効完成後の第三者だ。そして、時効完成後の第三者に対しては、登記がなければ、時効取得による所有権点取得を対抗することができない。よって B への時効取得を原因とする所有権転倒記を申請することはできないということになります。で、さっき言った通り、民法で散々勉強して、もうどっちが勝つでしょうかなんてギャーギャー言いましたので、わ <laughs> かると思うんですよ。 でも、ここで確認してほしいのは、既立問題です。既立問題で、自己取得の問題があったら、登記簿に所有権移転登記があるかどうかチェックしてほしいんですね。で、所有権移転登記があった後に、あ,あったとすれば、当然ありますよね、コークが。 え、コーク1番 A とか書いてあればいいですけど、コ区ク1番 A、コ区ク2番 B とか移転してますよね。そうするとその B がいつ取得したかを必ず確認しなければいけない。時効完成前の原因なのか、時効完成後の原因なのか。もし、時効完成前に売買で買ったような人は時効完成前の第三者ですから、そいつを義務者として、時効取得による移転登記をすればいいわけです。でも、時効完成後に権利ゲットした人であれば、勝てない。 でできない終わりです勝てない、投棄できない終わり。自己取得の投棄をしてはいけないわけです。第三者に勝てませんから。ということで、投、ま、棄、あ、しないのが正解の場合には出しにくいです。何も考えない人のが点数取れる可能性がありますから。ですから出しにくいことは出しにくいかもしれませんが一応、自己取得により点投棄をするときにはこの考えがありますから。 あのきちんとですね、そのコ区見ていただいて、所有権、転灯機があったら、その日付が時効完成前なのか、時効完成後なのかあ、きちんと確認をしてから作業に当たってください。ということで、もう期日まで意識した勉強していってくださいね。だ時効書結構難しいですよ、期日で出たら。 で、次です。7番、定当権の抹消も必要ですからね。これも、え、自己取得は民法的には原始取得。民法的には原始取得かもしれませんが、民法で原始取得ってことは、定当権消えます。<laughs> 民法の話。でも、登記上は消えませんから。 登記所を消すっていうのは民法で自然に消えるから職権抹消ってつながりませんからね。なんか民法で自然に消えるから職権抹消だとかいうふうに考える人がいますが、民法で消えるってことと登記所を消すって話は別ですから、原始取得で抵当権が確かに民法的には消えるかもしれないけど、じゃあ民法で消えました。じゃあ共同申請で消さなきゃねって話になるわけで、不動産登記では共同申請で抹消ですからね。 共同申請で抹消。ということで、そのひながが99ページになります。登記ゲームをかけるようにしてください。平成12年4月1日、所有権の自公取得。なんで平成って書いてあるかえー、別に令和って書いてもいいんですが、起散日に遡るからです。起散日に遡る、これも起散日に遡りますからね。起散日に遡って自公取得の効果が起こるわけだから、抵当権消滅の効果も起散日に遡ります。 よろしいでしょうか。まあ、そんな形で押さえておいていただければというふうに思います。では、次です。九十九ページから次は五番大仏弁済。大仏弁済、まあ、は。あの。九十九ページの下の事例を見ていただいて、必要な登記申請なんですけど。まあ、大体大仏弁済は規律問題出たら。次のページ。 所有権移転と抵等権抹消登記をするんだということになりますので、抵等権抹消登記なんかも忘れずにするようにしてください。で、101ページなんですが、所有権移転の大仏弁済による移転登記と、大仏弁済による抵等権抹消登記、登記源引付が違うのがポイントになりますよね。当然、出題者は、ポイントを出したいわけです。 たまたま、事例が、いやなんか日付が違いましたっていう問題じゃないんですよ。その日付の違いを出したいから問題作る。つまり、日付が異なるように問題出してくるので、えー、皆さんが記述問題で、大仏弁済の移転登記と、定当権抹消登記聞かれたら、日付が一致するわけないです。もう、記述問題っていうのは人工的なものですからね。 のに咲く花じゃないんですよ。たまたま綺麗に咲いていましたとかではなく、ちゃんと配置とか決めてるんですよ。推理小説と一緒で、必ず、あの、なんか最初に、たまたま、たまたま通った人が目撃してました。そうじゃないです。それは目撃するように通行してるんですよ。推理小説であれば。ですから、これもですね、ちゃんと契約の日と登記申請の日は変えてくるはずで、そうすると、大仏弁済による移転登記は契約の日、それから大仏弁済による抵当権抹消は、 えー、所有権移転登記の日ということになります、まあ、このあたりの仕組みについては民法でお話をしたはずです、まあ、気をつけておいてくださいでは次に行きましょうで次は103ページから共有物分割あ,あとですね一応102ページの下の方に まあ、申請人が、まあ、事実上単独申請になることもありますよ、ということが書いてあるのと、あの、定当権抹消については。それから、括弧三3番、この定当権抹消は、近同でも良いんですか近同で正しいですかという質問があるので、一応書いておきましたが、大仏弁済とすべきです。確かに、この申請は、ちょっと見てもらうと、100ページ、101ページ見てもらうと、 A の不動産が B に大仏弁済で移転しましたと A の不動産が B に大仏弁済で移転しましたってことですから A から B に対する移転登記をするとともに、まあ、B の不動産に設定されている定当権が抹消されますから B を権利者兼義務者で抹消登記をしていくだったら近藤でもいいじゃないか。 近藤でもいいじゃないかって疑問があるので、その疑問に102ページの下で答えたんですが、大仏弁済としてください。近藤だとマイナスされます。大仏弁済のがいいです。抵等権が消えた理由が登記原因で、消えた理由は大仏弁済で消えてるんですよ。近藤で消えたわけじゃないんです。不重性で消えてるんです。 混同自体が、抵当権抹消の原因じゃないんですね。ということで、混同ではなく、大仏弁済でやってください。で、混同がやっぱり、よろしくないってされてる理由は、まあ、混同だと、え所有者が同一人物になったから消えたんですねってことで、非担保債権が消えたっていうことが公示できないんですよね。で、大仏弁済であれば、あ、大仏弁済によって抵当権消えたんだ。じゃあ、 大仏弁済ってことは非担保債権も消えてるんだなってことがちゃんと講示できるのでそっちのがよりベターとされているので近藤ではなく大仏弁ででやるのが正解です近藤っていうのはたまたま所有者と抵当権者が同一物になったから抵当権が消えましたってことですから非担保債権が消えてるかどうかっていうのが曖昧ですよね。 ですから大仏弁斎の方がいいので大仏弁斎と今回書くべきであって近藤と書くのは間違いですといった形で押さえておいてくださいで次です今度は103ページから共有物分割さあ共有物分割ですねまあこれ見ていきましょう共有物分割ですで共有物分割っていうのはいくつかやり方がありますが まず、えっ、ー、と、104ページの頭、図の2の6、価格賠償。価格賠償。A、B が共有しているものを B の単独にしますよと。A 持ち分全部移転え。これを行いますね。価格賠償による共有物移転です。まあ、価格賠償っていうのは、この不動産を B が全部買い取って保証金として、えー、A にはお金払おうみたいな形です。これも旧物分割による持ち分移転投機をします。で、図の2の7、現物分割ですね。これは、コート値を 高土地と落土地の二つに分けてえ、それぞれが共有になります。だから、高土地は A に、落土地は B に、みたいにやるのを、まあ、現物分割と言います。だから、現物分割ってちょっとめんどくさくて、まず、104ページの段階では分泌登記をしただけです。土地科学調査士の先生に頼んで、分泌登記をするだけ。で、ここで分かってほしいのは分泌登記っていうのは、二つの土地を包丁で切るだけですから、 片方が A 単有、片方が B 単有にはなりません。両方とも共有状態が維持されるんですよ。まあ、分割っていうのは包丁できるだけですから、二つの不動産の性質は、権利関係は何も変わらない。まあ、コピーが出来上がるわけですね。土地科学調査士の先生に頼んで二つに分けてくださいってあって、物理的に土地を二つに分けるだけであって、権利は何も変わりがないです。権利はそのまま土地を二つに分けるのが分泌ですから。 で105ページ図の2の8だから2つの土地が出来上がってじゃあこ土地は A が単独で所有しましょう B 持ち分全部移転の申請とそれから落つ土地は B が単独で所有しましょうということで A 持ち分全部移転というそれぞれの土地に登記申請をしていくというやり方をしていきますこれがまあ現物分割による登記申請のやり方といった形になりました 一応不動産登記のテキストなので正確に書いておいたんですね高土地を2つに分けたら高土地と乙土地になると民法のテキストだと高土地を分割して乙土地と平土地が出来上がりましたとかいう言い方をしますが分泌っていうのは2つの土地に分けますが片方はその土地の登記簿をそのまま使い続けてもう1つのコピーの土地を作るので高土地を分けると公と乙が出来上がります よろしいでしょうか。も、片方は元の登記簿を維持します。もちろん、面積は100から50とかに減りますけれども、高土地は高と乙に分けるんですね。ちょっとそこを知っておいてください。分泌は、だって、高土地って登記簿があるんだから、それを閉鎖して乙と平にする必要ないんですよ。高土地の登記簿は面積を少なくしてそのまま使って、乙土地を作る。まあ、新設分割みたいなもんですね。会社でいうと。 A 土地はそのまま鉄道事業をする会社として生き残って、ホテル事業はなくなるんですよ。で、ホテル事業は B 会社に移しますが、そうすると、えー、A 会社は A 会社のままですからね。まあ、そんな感じです。だから、高土地の登記簿をそのまま使い続けて、乙土地っていう登記簿を新たに作るんだ、というやり方をしていきます。まあ、一応土地価格調査士の試験ではないので、まあ、細かくはいらないですけれども、そんな感じ。まあ、とにかく、そのように分泌をした後で、移転登記をそれぞれの登記簿にしていくって形になります。 で、105ページの括弧三3番の民法的にはもう一つ、旧物分割のやり方が大金分割。ただ気をつけておくのは、大金分割は共有物分割の登記をしません。だからこれも規律問題で、共有物分割協議書があって、大金分割をしていたら、旧物分割の投機はしません。 共有分割協議書があるからといって、共有分割の投機をするわけではないですよ。さあ、括弧三3番見てください。代金分割とは、共有するものを第三者に売却し、その売買代金を各共有者の持ち分割合に応じて分ける分割方法だから、不動産は売却します。お金を分けるんです。ってことは、不動産にやるべき投機は、売買投機です。生産型依存が依存の投機をしないのと同じく、代金分割は、 共有物分割の登記をしません売却の登記をします共有者全員持ち分全部移転年月日売買ですね とということで、まあ、中身をちゃんと見れば分かりますがタイトルが共有物分割協議書だからといって共有物分割とは限りません代金分割であれば売買の登記をしていきますでは106ページから見ていきます106ページ数字の3番登記申請のポイント事例です 令和2年7月3日、公土地の共有者 A と B、2分の1持ち分の間で、公土地は B の単独所有とする、B は A に500万払う旨の共有物分割協議が成立しました。いわゆる、価格賠償による共有物分割です。不動産投機の規律問題でもし共有物分割が出,出るとすれば、価格賠償の可能性が高いです。 なぜかというと現物分割は分筆登記が絡んでくるので土地家屋調査士に途中で頼みますからなかなかややこしいですよねでそういう問題を出すよりは初めから価格賠償でやった方が分かりやすいって形になりますということでこれが価格賠償による移転登記かけるようにしておいてくださいでもう一つ期日問題で 価格賠償が出やすい理由は、登録免許税が出しやすい。価格賠償による問題であれば、1000分の20になるんです。後でやりますが、1000分の20になります。だ共有物分割は、1000分の4と1000分の20の可能性がありますが、価格賠償であれば1000分の20になりますので、問題が唯一解というか、作りやすいですよね。登録免許税1000分の20で計算してもらうことができますから。 よろあとで,でまた言いますそれはでえっ、ー、とまあ106ページの括弧一1登記の目的なんですけどまあ共有物分割を原因とする場合には A 持ち分全部移転でを持ち分でを除く共有者全員持ち分全部移転となります登記、えー、名義上共有名義となっていることが前提の登記なので所有権移転となることはありえない、まあ、これも意識をしておいてください共有物分割と書いたら 当期の目的が所有権移転のことはないです所有権っていうのは今日最初にお話したとおり単独所有の時だけ所有権って言葉を目的に使うんでしたよねですから共有物分割というのは共有物の時に行うので必ず何々持ち分ってくるのであって共有まあ所有権とは書きません で、それから、括弧2番で、登記申請人なんですが、権利を取得する者が権利者、失う者が義務者であることは当然だ。ただ、権利者となるのは、必ず、登記記録上の他の共有者でなければいけません。その前提としての、登記記録上共有名義であることが必要となると書いてありますが、あの、必ず、け、義務者は、その、共有者だし、権利者も、 共有者じゃなければいけないんですね。共有物分割とか持ち分放棄は、もう権利者が誰かっていうことまで決まってるんですよ。売買であれば、もう権利者が C だろうが D だろうが、登記班は、もう、まあ、ちゃんと受理しますけれども、共有物分割とか持ち分放棄は、権利者が他の共有者でない限り受理できないという特徴があります。で、あの、 共有物分割は民法では単独所有にするって説明されますが、106ページの一番下の段落見てください。また、権利者が共有の場合でも受理されます。全然共有治ってねえじゃんって話。全然共有のままじゃん。OK です。権利者が共有でも OK です。権利者が共有でも OK です。まあ、例えば、ABC が共有する公土地を二筆に分泌し、 一方である公土地を A の単独所有とし、おつ土地を BC の共有とすることができます。この場合、おつ土地について申請する登記は、A から BC への共有物分割を原因とする A 持ち分全部移転の登記であるが、これも受理されますよってこと。例えば実務上、BC が夫婦である場合などによく見られます。まあそんな形で押さえておいてください。 私も昔あの共有物分割を1人で、まあ、20件ぐらい抱えてることがあって区画整理の仕事を請け負っちゃってしかもその時に1000分の4と1000分の20が急に変わっちゃってもう全部計算し直しで本当に大変だったんですが、まあ、思い出ですけれども、まあ、とにかく抱えてたんですよ。でその時に価格整理ですから、まあ、なんから なんか5件ぐらいの不動産が1つの土地になっちゃってみんなで分けるわけですよ、そうするとその夫婦で共有しているものは夫婦の共有のまま新しいその区画がもらえますから、その旧物分割で登記するときに A、B 共有ね、これ C ね、これ D ねなんて形で給物分割をしていきますそうすると共有状態のまま残ることもあるんですね。そそれは別にその 隣同士の土地が一気にこう一つの土地になっちゃって分割していきますがじゃあ共有物分割が終わってないかというと元々もともと AB は二人で一つの不動産を仲良くこうローン組んで持ってますよって状態ですからそれを残していいわけですよだから共有物分割だからといって必ず単独所有にしなければいけないかというとそうではなく共有のまま残すこともできるんですよということで押さえておいてくださいさあ107ページのあたりの前提登記は大丈夫ですかね えー、これも、まあ、大事は大事なんですが、あ、共有は、あ、じゃ一応見ますかえー、四角のように、前提登記。例題の1。えー、高土地は、実体上は AB 共有であるが、登記録上は A の単独主要となっている。えー、同土地について、A 及び B が旧物分割協議を行い、B の単独主要となった。A から B への旧物分割を原因とする所有権転倒期を申請することができますかこれできません。必ず、実体上共有だったとしても、登記録上共有にしてからでないと、 共有物分割はできませんからね。だから必ず、いや、AB 共有で、AB 共有で、まあ A の、まあ AB 共有で、A の名義だけれども、まあ B のものにしました。じゃあ A から B に移転すればいいじゃないかって話ではなく、登記上共有じゃないと旧物分割は使えませんから、AB 共有だったら一旦 AB 共有してくださいと。なんで、A、単独収入なんですか間違ってるんですかいや、じゃあ公正登記してくださいみたいな感じで、ちゃんと一旦 AB 共有にしてから、 A から B に対する持ち分移転の形で共有物分割の登記をしていかないといけないって形になります。登記上の効力は無視できませんからと登記官は登記上共共有有でない限り、物分割は受理しませんからね。例題の2も次のページで後で見ていただきたいと思うんですが住所まであってないといけない。 だからもし、権利者の住所変更が済ませてなければ済ませてください。そうじゃなければ、住所が違うと別人扱いになっちゃいますから、いや、これ権利者が教育者じゃないですけど、いや、名前一緒だけど、住所違うから別人ですよ。えどういう人物なんですかだったら住所変更済ませやって話になりますので、権利者側の住所変更も済ませないといけませんよって形になります。では次です。資格の5。共有物分割による交換。価格賠償の方法で、 共有物分割をする際に、共有者の一人が保証金を支払うという話はしましたが、その保証金を支払う代わりに、他の不動産を与える場合があります。このような時には、どのような登記が必要になるか考えていきましょう。例題を見てください。AB、共有名義で登記されている、高土地について、共有物分割協議を行い、B が単独で所有することになった。そうですね。AB、共有を B が単独。これ、旧物分割ですね。 B は、その代わりに、事故が所有する、落つ土地を A に与えることにしました。どのような登記をすればよいか。109ページの頭見てください。高土地は AB 共有のものを解消する。だから、旧物分割です。A 持ち分全部いて。で、その代わりに、保証金として、保証金を B が、A さん、高土地を僕の単独所有にしてくれてありがとう。代わりに、ちょっとちっちゃい土地だけど、落つ土地あげるよ。 これが共有物分割の内容です。で、この共有物分割協議の中で、オツ土地を A が B に、違う、B が A にあげたわけですから、これも共有物分割でいいかっていうと良くないんです。だから上の図を見てもらって、オツ土地を B から A に移転するときの原因は、共有物分割ではダメで、共有物分割による交換、共有物分割による交換になります。 共有物分割をしました高土地にしたんです。高土地の共有物分割をしたんです。で、その高土地の共有物分割をするときに、ちょっと落つ土地は交換しましたってことで、落つ土地については共有物分割による交換です。共有物分割は共有物でしか使えないので、落つ土地は単独所有だから、共有物分割は絶対使えないんですよ。何があっても使えないんですよ。 ですから、共有物分割による交換になります。えー、これ気をつけておいてくださいね。確かに、落土地まで含めて共有物分割協議の中でやってますが、共有物分割の主体は高土地ですからね。高土地を 分けましょう。で、その時の保証金としてお金を払う代わりに、おつ土地をあげます。だから、共有物分割自体は、公土地についての協議で、で、公土地を共有物分割するときに、おつ土地をついでに交換したわけです。だから、共有物分割による交換ということになるわけです。これはしっかり押さえておいてくださいね。確かに、二つ合わせて共有物分割協議をしてますが、あ、おつ土地自体は、共有物分割の対象ではないわけです。 で109ページ6番登録免許税1共有物分割による持ち分登記も相続合併以外の所有権の移転なので1000分の20となりますただ2番特則共有物分割による、えー、持ち分移転の登記は1000分の4で済む場合があります1回の登記で1000分の4の部分と1000分の20の部分が混ざる場合もあります これは難しい計算となるので、試験対策としては、こっから先の説明は余裕がなければ飛ばしてよいと書いてあります。さあ、ちょっと見ていきましょうか。で、あの、難しいって書いてあります。で、まず皆さんに分かってほしいのは、択一問題でこんな計算があったら、まず解かないでください。他の選択肢からやってください。過去問でも実は出てるんです。1000分の七なのか、千分の20なのか。でも、 それを解いてる暇はないんですよ、午後の部は。だから今からちょっとはお話をしますが、一応分かるようにはお話をしますが、まず一つ約束してほしいのは、解かない。計算はなるべくやらない。午後の部で、あの、そうですね、どうしても、択一を3点でも上げるために、まあ3分ぐらいで解けそうな、 計算問題があれば、それはもうやればいいんですけれども、ただ気をつけなければいけないのは、例えば、あからおまでの選択肢の中に、うとえが計算問題ですって時には、それ、やんない方がいいです。午後の時間ないんですから、計算を解かないで解ければ、そっちの方が絶対優先します。これでも、千分の4か千分の二0なのかっていうのは、計算で5分くらいかかる可能性があります。解けたとしても、ダメです。それは、その選択肢に分かったとしても、全体の勝負に負けてますから、 ですから、しっかりですね、その計算はしないと。計算はしないと。あの、単純な計算問題でもそうですよ。あからおまで計算問題に見えて、実は計算しなくても解ける問題っていくつか出てるんですね。で、そういう選択肢から解くべきであって、計算問題はなるべく計算しないで済むならばそうしましょうってことです。では行きましょうか。ということで、まあ、一応お話はしますが、いざという時のためであって、 まあ基本的には計算問題があれば飛ばすっていうのは大きな約束だし1000分の4か1000分の20なのかこんなのはもう計算しないというかもう絶対見ないというぐらいのことでいいわけですが109ページの一番下の文章を見てもらうと以前共有物分割の税率は全て1000分の4だったと昔は1000分の4だったんですで何が起こったかっていうと世の中共有物分割だけになったんです 登記も見ると、教育分割ばっかりしてるんですよ。で、どういうことかっていうと、図の2の11を次のページで見てください。昔は、まあ、あの、まあ、実務の話をするときは難しいんですが、蘇生特別書書は置いとくとして、まあ、1000分の20でいきましょう。A から B に対して、売買登記をする。A から B に対して売買登記をするときに、もちろん、所有権移転年月日売買。権利者 B、義務者 A。 登録免許税千分の二十ですよね。司法書士が、悪徳の司法書士がアドバイスするわけです。あるいは不動産屋さんが、先生、例のあれでお願いします。って言うわけです。何かっていうと、とりあえず、100分の1だけ移転してくださいと。100分の1だけ売買してくださいと。わかりました。100分の1だけ移転するんです。先生、これで、 100分の1の移転だから、これ1000分の20倍々で払ったとしても、大した登録免許税ではないですよね。高かったらもっと少ない分数でもいいです。1000分の1でも。ま、やります。これで共有になりましたから、残りの100分の99は、共有物分割で1000分の4でいけますよねって言うんです。脱税と言います。で、これが横行したんですよ。 だから、共有物分割は民法で勉強した通り、なるべく単有の方がいいので、まあ解消しやすくはしてくれてます。でも、線分の4で、これを維持してしまうと、みんな脱税の共有物分割が流行っちゃうんです。売買を実際には A から B にしておきながら、 A から B に売買で100分の1だけ移転して、とりあえず100分の1と100分の99の共有状態にして、100分の99については共有物分割で移転すれば、1000分の4で済むんですよ。で、しかも、まあ、脱税と言いましたが、売買契約書と共有物分割契約書を作れば、別に何もそごはないわけです。普通に売買して、共有物分割しましたって言えば、何も、何も問題ないわけです だからこんなのばっかりでした。東京を見ると、いつも共有物分割なんです。だって、1000分の20と1000分の4じゃ、全然税金違いますよ。で、これで、まあ脱税と言いましたが、節税ができるならみんなやるに決まってるじゃないですか。だからこれはよろしくないってことで、共有物分割を1000分の4で維持するのはよろしくないってことで改正されたわけです。じゃあどういう場合に、 千分の四で済むのかというと、図の2の11の下3行を見てもらうと、そこで共有物分割を投機原因とする移転投機は、原則として千分の二十とされ、新たな資産の取得と認められない実質的な分割であることが確実な場合のみ千分の四としました。あ、これは脱税とは言えないね。これ本当に共有物分割してんだね。っていう場合だけ千分の四が認められたんです。 よろしいでしょうか。ということで具体的にどういう指針かというとこのページの一番下見てください今からお話をする3つの要件を満たす時だけ1000分の4でいいそれは脱税とは言えないよね新たな取得とは言えないよねってことで本当に給物分割やね本当に有物分割だよねってことで今から言う3要素の時だけ1000分の4でいけるんです。一番下の ① 分泌登記がなされた不動産であること。あの、脱税の時は分泌はしませんから、この図に書いてある通り、A から B に売買しているだけですから、最初1000分の1だけ移転して、残りの1000分の999移転しますから、分泌は絡んできません。売買の脱法として共有物分割をするときには分泌は絡んできません。だから、分泌がされてると。で、しかも、111ページ、丸には、分泌登記によって生じた 他の不動産と同時に共有物分割の持ち分移転の登記をする。これなら本当に有物分割ですよね。高土地と落土,土地に分けて、高土地は A に、落土地は B に。これは明らかに本当に有物分割をやりてきてやってるわけですよ。だからこの場合には千分の4でいいだろうって話です。しかも、丸3番。分泌登記前に有していた持ち分に応じた不動産価格に対応する部分であること。 で、例えば、3000万の不動産を A と B が共有していたら、2人とも、まあ、1500万円ずつ財産を持ってると言えますよね。だから1500万の土地に2つに分けて、片方は A に、片方は B にっていうのであれば、明らかに資産増えないわけですよ。資産が増えないってことは、売買で取得したっていう要素はないわけですよね。 まあ交換したっていうことしかないわけです。こっちを失ってこっちを取得してますから、これは本当に交換してるんです。だからこの場合には千分のんで生かしてあげようってこと。で、まあ、まあ、それで今からちょっとは計算していきますが、ここまでで分かってほしいのが、分泌が絡んでなければ千分のようにならないということは、千分のようになる要素があるのは現物分割だけ。だからさっき言ったように、既一問題で価格賠償が出てきたら、安心して千分の二0を払ってください。 期日問題で価格賠償が出てきたら安心して千分の二十を払ってください千分の4になる可能性があるのは現物分割だけですから,からそこまではしっかり理解してくださいね 価格賠償が出てきたら1000分の20ですよ。これはもう大事な知識です。ただ、現物分割の場合には1000分の4と1000分の20が絡んでくる問題があるので計算難しいですよ。で、あとはその計算をできるようにするかどうかの問題です。まあ一応万全を期すためにはできるようにした方がいいので今お話をしますが、まあただできるようになったからといって、なるべく避けられたら避ける。 で、場合によっては、記述問題で出てきたとしても、まあ、計算、時間かかようであれば商業登記行くっていうのも一つあります。だからそれはもう現場思考です。ただ、おこれちょっと2、3分で計算できそうだぞということで、回答が書けるなら書く。あの、既立問題であれば、その、登記の目的から登録免許制まで、1ボックスで何点みたいな配点というのが、 まあ,ありますのでそうすると登録免許税まで埋まっていて初めてこう点数がばっちりくるということですよねですからそういうことであれば、まあ、計算できた方がいいのでそこはだから現場での判断になりますこれは短時間で計算できるから埋めた方がいいとじゃあこれは次行った方がいいということになりますねただ基本的にはまあここまで記述問題で出すかって問題はありますが択一で出ちゃってますからそれは分からないですねでは111ページ例題です AB 共有、A 持ち分3分の2、B 持ち分3分の1の高土地3000万円を分泌し、高土地と、おつ土地1500万ずつに分けました。さあ、高土地を A が、おつ土地を B が取得するという共有物分割協議をしました。高土地を B、おつ土地に申請する共有物分割による持ち分移転登記の登録免許制を答えよう。さあ、3000万の不動産を、 公土地と乙つ土地に分けて、公土地を A が取得する。乙つ土地を B が取得します。つまり、公土地は、分泌をしただけでは、権利関係は変わりませんから、公土地も 3, A 3分の 2A、3分の 1B、 落つ土地も分泌をしただけであれば3分の 2A3 分の 1B となりますで高土地は A にするということは高土地の B 持ち分移転と落つ土地の A 持ち分移転をこの2つの申請を行うわけですよねさあ登録免許税はいくらですか問題です今回は分泌が絡んでますから1000分の4絡みになっていきます 今の3要素をすると分泌前の価格までは千分の4でいけるってこと分泌前の価格までは千分の4でいけるってことですそうすると分泌前に A と B がいくらの財産を持ってたかを考えてその財産分までは千分の4でいいですよってことなんですそうすると例題の1行目見てください 三千万の不動産の三分の二を A が持ってますから A は二千万が上限。千分の四。二千万までは千分の四で言っていいんです。二千万までは千分の四で言っていい。B は三分の一だから三分の、三千万の不動産の三分の一だから一千万までは千分の四で言っていい。一千万までは千分の四で言っていいってことなんです。 でそれを超えると1000分の20になりますまあ携帯プランみたいですよねもともとの持ってる財産までは1000分の4でいっていいってことなんですでは2段落目見てくださいでは高土地から計算しよう A は共有物分割で高土地を取得することになるが、うん、高土地の価格はこれ1500万ですねああの2つ どうも1500万っていうのは問題文から分かりますよね。1500万。ってことは、この分泌前の持ち分価格である2000万までの取得。つまり、A というのはもともと2000万持っていましたが、高土地1500万を取得するだけだから、あ元の財産に及んでないね。元の財産以い内いだねってことで全額1000分の4でいけるんです。だから、この3分の1。 の値段が500万ですかける1 0 0千分の4でいけるんですね。500万かける千分の4。2万円でいきます。それに対して、おつとちの方。B っていうのは、もともとの財産いくら ?B は ?1000 万でしたね。だから、1000万までは千分の4でいけるんですよ。 一千万までは千分の四でいける。あんたね、元々の財産が一千万だから、共有物分割で、共有物分割の経過、一千万までだったら、単なる財産の交換だけど、それ以上増えたとしたら、もしかしたらそれは新たな取得なのかなって言われちゃうわけですよ。だから一千万までは千分の四でいけるんですが、ほら、千五百万の不動産を取得することになるわけですよ。五百万はみ出してるわけです。元々三千万の三分の一を持っていましたから、元々一千万の財産持ちだった人が、 共有物分割で1500万の土地を持つことになりますから500万オーバーなんですね。だからこのオーバーした部分は1000分の20になるんです。オーバーした部分は1000分の20になるわけです。で、そうすると今回は1500万の不動産のうち3分の2が移転しますから移転する持ち分の価格は1 5 0 0る3分の2だから1000ですよね。 1000万が課税標準金額ですよね。あの、所有権移転だったら1500万かける1000分の20ですけども、1000分の4とか1000分の20ですが、1500万のうち3分の2が移転するんです。もともと B は3分の1持ってますから、3分の2が移転する。だから移転した持ち分の価格は1000万ですよね。1500万かける3分の2です。この1500万のうち、どれぐらいの割合が1000分の4になるのか、 1000分の20になるのかというと今お話しした通り500万オーバーだから500万円分が1000分の20になりますってことは残りの500万が1000分の4でいけるんですということなんですよまずオーバー部分を計算するそうすると 3段落目ですかね、落、え、ち、ー、土地を取得するのは B だと B の分泌前の持ち分価格は1000万だ、これが B の財産なんですだからの財産を超えたら1000分の20だぜって発想なんですよしかし、えー、B が取得する落ち土地の価格は1500万であり分泌前の持ち分価格である1000万を超過しているそこでこの超過した500万の部分は 新たな資産の取得だ。えー、これ売買じゃねえのって扱いになっちゃって、1000分の20が課されるわけです。A から B に移転する持ち分の価格は、1000万。つまり、1500万かける3分の2。この3分の2の持ち分移転だから、課税標準は1000万ですよ。この1000万のうち、500万は1000分の4。で、残りの500万が1000分の20となるんだよ。ってことですね。まあ、そんな形になります。ということで、一応できるようにはしておいてほしいですが、もし、 出てきたらまずは避けることといった形になりましたで次は112ページの7番持ち分放棄でまず持ち分放棄については3人以上の共有の場合が注意で。 そうすると A が放棄をして権利者 BC って2人いるんですよその BC の持ち分計算ができるように BC の持ち分計算ができるようにで113ページのひな型を使ってちょっと持ち分計算できるようにしておいてくださいえつまり持ち分放棄というのはその A が放棄をした時の BC に移転する持ち分ってもう決まってるんです その BEC の持ち分割合で移転しますからちゃんと計算できるようにしておいてくださいちょっと計算式などが112ページなどにも書いてありますから参考にしておいてくださいあとは113ページの資格の担すべき登記は持ち分放棄は原子取得とされておりますがこれも自己取得と同じように移転登記であります116ページにいってください 四角の五、一括申請の可否。例題の一、ABC 共有名義、各持ち分三分の一で登記されている高土地において、A が持ち分放棄をしました。AB のみの申請で、A から B への持ち分、A 持ち分一部移転の登記を申請することができますかこれ、例えば、A が死亡しました。B と C が相続しましたとかならば、 で、これはオールアナッシングですから、相続登記は一部 v 転できませんので、A 持ち分一部 v 転なんてできないですよね。で、例えば A が所有者で相続しましたって言ったら、B と C が2分の1つの相続人ですってなったら、もう所有権移転2、2分の 1B、2分の 1C とかやんなきゃいけないわけですよ。相続による移転登記はオールアナッシング、必ず全部移転になります。所有権移転とか持ち分全部移転になります。で、持ち分放棄の場合、A が放棄をしたんですが、 A から B への一部移転を先行させちゃっていいのかって問題です。確かに、持ち分放棄っていうのはやることはオルアナッシングですから、俺は3分、3分の1かな三分の1持ってるけれども、そのうちの半分である6分の1を放棄するわという話ではなく、俺はこの持ち分を放棄するって言ってるわけですから、起こることは持ち分放棄による B や C への移転が起こるわけですよ。ま、投機的な言い方をすれば。 ただ、あくまでもそれは、実態上は A が放棄をすれば B の持ち分も増えるし、C の持ち分も増えるんだけれども、相続移転や所有権を保存でない限り、登記するかどうかは、自由です。ということで、B は頑張って登記したいんです。俺、せっかく持ち分放棄で権利が増えたならば、ちゃんと移転登記したいっす 対抗要件備えたいっす、うん、!C はいいやって言ってる。C はいいやって言ってるんだから、B は自分の分だけやればいいんです。だから、A 持ち分一部移転で、B が自分の分だけ対抗要件備えるのは自由です。二段、三段落目見てください。えさらに、 A を義務者 B を権利者として B に帰属する6分の1の持ち分についてのみ A 持ち分一部移転の登記をすることができますよってこと。え、持ち分放棄が持ち分全体に起こったからといって一世の背で移転しなければいけない要請はありません。だから A 持ち分一部移転で B だけが対抗要件を備えたければ B だけがやればいいんです。C がやる気なければ B だけがやればいいんです。ただ B が権利者でと保存行為でみんなの分やってあげることはできませんが B がやりたければ B だけやればいい。 対抗要件を備えるかどうか自由だ。ということで押さえておいてください。例題の2を見てください。ABC 共有名義3分の1で登記されている各コート地において A が持ち分放棄をし AB のみの申請で A から B への A 持ち分1部位点の登記はされました。お、今の話、されました。その後 A は事故の登記が残っている6分の1の持ち分を D に売却しました。 A から D への売買を原因とする A 持ち分全部移転の登記は申請できますかさあ、下の図を見てください。A が持ち分放棄をしたってことは、A の持ち分全部が B とか C に移ってるわけですけれども、登記はとりあえず B だけがやりました。登記は思うんです。<laughs> C やる気ねえんだ。でも、 6分の1が B に移転したってことは6分の1は C に移転してるな、まあ、本当は原子色ですけどいて、えー、不動産登記的な言い方ですればあ A の残りの6分の1は C に移転してるなってなりますよねほら図にも書いてあります A の6分の1が B に移転してるってことは残りの6分の1は C に移転してるな登記官どう思いますかあ しばらくしたら C もやる気出して移転するのかなしばらくしたら C もやる気出して移転するのかなと思ったら、A から D への売買による移転登記がなされました。さあ、これ受理していいですかっていう問題です。確かに、持ち分放棄をしたってことは、もうこの持ち分、A の持ち分、3分の1全部押したわけだから、半分が B に半分が C に移転していることは確かですよね。 だったら、持ち分放棄によって C に移転してるんやん持ち分放棄によって C に移転してるじゃんじゃあ C、えー、D に移転できるのかいっていう話になりますが、これは移転できるんです。なぜかというと、A が C に持ち分放棄によって C が権利を取得したってことを、D に対抗するためには登記が必要。つまり、この持ち分放棄による取得も、登記がなければ第三者に対抗できないわけです。 投機間は確かに半分が B に移転したってことはもう半分は C に移転してるなっていうことになりますが、ただそれを D に売っちゃうことも可能なわけで、あの民法で二重譲渡が可能なのが、可能なのと同じ理屈で、ま、A は C に放棄したけれども、D に売却しちゃうこともできるわけです。そうしたら C と D は先投期を備えたいとが勝ちですから、D が先投期を備えたら D の勝ちなんです。 持ち分放棄による取得も、登記をしなければ第三者に対抗できないので、D が登記をすれば D の勝ち。登記官は、あ、A から B への一部移転がなされたんだから、残りの一部は C に移転してるなって想像はしましたけれども、D が登記をしちゃったらそれは受け付けるわけですよ。あ、C さん、持ち分放棄によって権利取得したのに、早く登記しないから D に負けるじゃんって話なだけですからね。というわけで、 持ち分放棄が一部移転でなされてやったとしても、残りの6分の1が C に移転することは当期間とすれば分かっているかもしれないけど、D の移転登記が出てきたら受理せざるを得ないよということになるわけです。まあ、そんな形で押さえてください。では、117ページの8番。委任の終了。 これは記憶に新しいですよね第4弾ってやつです委員の終了権利能力なき社団は権利能力権利能力なき社団名義で登記することはできませんから通常は代表者名義で登記をしますその代表者名義で登記をしていて代表者が変わった時には 委任の終了という原因でもって所有権移転登記をしていきますまあ期日問題で書けるようにもしておいてくださいまあ今年は第4弾で文章で書かせましたけどああいう問題が出た以上、まあ、本試験というよりは当連なんか電流なく出してくるはずですからあのいろんな予備校がですからまあそういうのが解けるようにしておいた方が、まあ、気持ちもいいですからねしっかりやっておきましょうではえっ、ー、と119ページ まあ、委任の終了なんですが、まあ、あの、実際に移転が起こってるわけではないですが、代表者を変える、所有者を変えるわけだから、移転登記でやります。で、119ページの括弧二2番登記原因なんですが、委任の終了、年月、日委任の終了ですね。で、カッコ2番の2行目、登記園日付は原則として、新代表者が就任した日です。例えば、A が退任して B が就任したら B の就任日。で、退任日と就任日が違う場合もあります。 例えば、118ページの一番下の問題を見てください。6月11日に A が辞任し、6月30に就任した。どっちを使うかって6月30を使うんです。就任日を使います。 え、これ、会社法でいうところの権利義務の承継の発想ですよね。A が退任しても B が就任しなきゃ移転しないわけですよ、A から B には。ですから、A が退任、辞任したとしても、B が就任するまでは B に移転できません。だから就任日を使うんです。ただ、例外的に退任日を使う場合もあります。それは誰も就任しなかった場合です。119ページの一番下の段落を見てください。しかし、複数の代表者の一部が退任し、 残存代表者への持ち分を移転する場合は、まあ、例えば、あ例えば今からやります。えー、新代表者の就任がないので、代表者の退任日となります。例えば、A、B 共有名義で登記されている場合、A への B 持ち分全部移転の登記をするときには、B の退、退任日が登記任日付になります。つまり、A、B が共有名義で登記されていて、B が退任するだけだから、A の単独代表になるわけですよね。 そうすると B から A の移転登記しますが、A はもともと就任しているので、誰も新しく就任はしませんから、B の退任日、B の退任日、これが登記園日付となっていくわけです。120ページを見てください。かっこさんは登記申請人。まあ、新代表者が権利者、旧代表者が義務者ですね。で、2行目に書いてありますが、持ち分の記載必要です。 あの、まあ、あのー、権利能力なき社団だから、そういうじゃないかとかいうことになりますが、それは実態上の話であって、あの、代表者名義で弁義上登記するんだから、それはもちろん書いてくれよっていう話になります。で、4番見てください、登記の実行。登記の実行。委任の終了によって、所有権移転登記が申請された場合は、主登記で実行され、下記のような登記録になります。 登記録見てください。B が委任の終了っていうか、原因で、えー、取得してます。だから皆さんがこの登記簿を見たら、あ、A から B に委任の終了で移転したんだな。ってことは、この不動産は、権利能力なき社団の財産だなって判断していくわけですね。 そうすると何が起こるかっていうと、そ,その次の文章を見てください。えこの登記録を見ると、B への所有権移転登記の原因が委任の終了と記載されている。えこの場合において、B が死亡した際、相続人 C に対する相続を原因とする所有権移転登記を申請することができるだろうか。これ今年の問題そのままですよね。 次見てくださいこの点、委任の終了を原因として所有権の移転の登記がなされている不動産について相続を原因として所有権移転登記を申請することはできないでその理由です、登記録上委任の終了と記載されていることで登記当該不動産は権利能力なき社団の相有財産であり B の相続財産でないことが明確だからだこれ、今年の回答そのまま書けばいいんじゃないですか。 ということでこういうのもちゃんと勉強していればできるのであのやっぱりそれは当日気づかなかったというよりは普段のインプットの講義であイ,ンプインプットの勉強でちゃんとこういうのを拾っていなかったってことになるかと思いますからあの権利能力なき遮断なんて言葉も当日ちゃんと書けるようにこうやって勉強をしておいていただければというふうふに思いますでは121ページ9番 646条2項による移転これは民法の講義で少しお話をしたの覚えてますか下の図を見てください B が代理権は A からもらわず代理権授与は受けず A の代理人 B ですって言って契約はしなかったんですもし代理権があれば C から A に直接移転しますからね で、代理権を受け取らず、委任されて C と契約をしたら、とりあえず C から B に移転するので、それを委任者 A に移転するときの登記原因が、民法第646条2項による移転ということになるわけです。まあ、これもわかるようにしておいてください。で、これも登記因日付が一応問題になりますので、えっ、ー、と、122ページの頭、登記申請日です。特約あれば、特約の日。 登記申請日が原則特約あれば特約の日といった形になりますであとは、えー、民法第287条による法規財産分与それから現物出資譲渡担保、まあ、特に難しいところはないかなというふうに思いますでは、えー、ここまででえっ、ー、とですね えっと、特定承継による移転登記の話がおしまいといった形になります。ああ、一つだけ。譲渡担保については128ページの四角の3。譲渡担保解除のところは、まあ、譲渡担保が解除されましたって時には、年月日債務弁債、あるいは年月日譲渡担保契約解除なんていうのを原因として、まあ、債権者から、 債務者、元の所有者の方に所有権移転登記をしていきますが、抹消でも構いません。譲渡担保が解除された時には、譲渡担保が解除された時には、所有権抹消登記でもいいし、新たに移転登記をしてもよいといった形になります。まあ、そんな形で押さえておいていただければと思います。では今日はここまでということにしましょう。で次回は包括証継による所有権移転登記、いわゆる相続登記絡みの話が中心になります。 改正も絡んできますから、ちょっとお話をしていきましょう。こちらの復習問題集もぜひ、ぜひというか、お持ちになっていただいて、ちょっと使っていく形になります。改正がまとまってますから、こちらもお話をしていきます。では、今日はここまでにします。えー、よく まあ今日のところは入り口でしたから、まあ、そんなに複雑なことはなかったかと思いますがそれでもこれを押さえてないとかいうところはしっかり押さえていただいてあとは基本的なことがテキストに載ってますからちょっと最初の入門のところも含めて一度はちょっと読んでおいていただけるとありがたいかなと本試験で致命傷になるのは基礎の部分ですから基礎の部分、入門の部分を含めてちょっともう一度復習は今のうちにしておいてください。次回からもううちょっとこう 何て言うのかな？難しい論点に深入りしていく形になりますから、今日の部分が土台になります。まずはしっかり復習して、次回からの講義に備えていただければと思います。では、今日はこれで終わりにしましょう。よく復習をしておいてください。お疲れ様でした。